さん始まりました。5月8日、時刻の方は22時9分35秒もありました。ゴールデンウィークでまだ休んでる人たちっているんですか？バッカじゃねえのということで、MC マトです。よろしくお願いいたします。ウェイヤー。さあ続きましてどうぞ。はい、皆さんこんばんは。ゴールデンウィーク終わっちゃった、頑張って仕事してます。よろしくお願いします。さあどうぞ。はい、今年もゴールデンウィークって何、おいしいの状態で通常通りお仕事してました、おてつでございます。よろしくお願いします。ウェイ。巷では明日明後日まで休み、ゴールデンウィークだっていう人もいらっしゃるみたいですね。みたいですね。だったらもう今月なんか半分働いてねえじゃねえかよ。そうね、やめちまえそんなな。16連休の人がいるんですよ。そうでしょ。だから4月の29ぐらいからベロベロベロって休みの人がいるんでしょ。みたいですね。で、うん、通常暦通りだと4月の30と1日が出勤日だったじゃないですか、普通でいくと、はいはい、で5月の7日8日昨日今日が出勤の人ねもういるはずなんですけど、うんうん、そこ全部休んで、うん、明日明後日まで休みっていう人はね16連休、うんうん、すごいっすね。ゴールデンウィークで表現しなくていいね、もうね。ゴールデンハーフマウス、そうそうそう、それぐらいの勢いで半月みたいな。ね、なんかまあゴールデンウィーク休めて皆さんも多いかもしれませんけど、私たち3人は、ほぼほぼ働いてた感じが。食い物さんでも休みだったんでしょ。休んでたんでしょ。私は休んでましたよ。だよね。うん、そんな16連休じゃないですけど、当たり前じゃない。うん、そこそこに休んでましたよ。でしょ。はい、おてつはほぼ毎日出たでしょ。毎日もうカレンダー関係なく月曜から金曜も一緒 でしかも土曜日も入ってましたって感じだよね。俺ゴールデンウィーク普段より出てますか。逆に。ああ、なるほどね。これはゴールデンウィーク1日半休んだね。おお、素晴らしい、うん、それだけ。1日半以外は全部出てました。うん、もうかわいそうな人たちですね、僕たちは。どちらかというと。あ、土日が以外にですよね、もちろん。土日以外にじゃないですよ。トータルでです、僕は。うん、じゃあ、普段と変わらないじゃん。土曜日、半日の、日曜日、そうそうそう、日曜日、1日とか。それぐらいとか、そんな感じ。あ、ほとんど出てましたね。いやー、嫌になりましたね。はい。そんな感じの、竹下ジェットシティ MC 陣でございますけども、この番組見てる方はお休みたっぷり取られたんじゃないでしょうか。休みボケで今日まで大変だったっていう方はね、また明日からお休みの方もいらっしゃると思いますけども、まあ夜更かしに付き合わないかい。そんな感じでお送りしたいと思います。はい、なんか今ローカルの方でね、うん、IM の音が鳴ったらしいですけど、 IM の音が鳴った、そんなはずはないよね。そう、うん、うん、おかしいな。はい、ということで僕の方ですね、多分ね、切ってきました。そうでしょうね、はい、きっとね。はい、ちなみに IM じゃなくてカンファの方の音ですけどね。ああ、そうなんだ。そんな感じでお送りする竹下ジェットシティでございます。さあ、それでは参りましょう。まずはこの番組のスポンサーのご紹介です。それでは参ります。この番組の提供はアズール、ジャマラエステート、キャンディーネイル、ミスバーチャルワールドオーガニゼーション、ザ・ベスト・ベセルマガジン、ディオーネファッションエージェンシー、ディートックス、モンソ、エリア86、以上の提供でお送りいたします。本日もよろしくね。はい、よろしくお願いします。なぜかスタッフのおこげさんがもうめちゃくちゃ眠いとか、もう年寄りみたいなこと言ってますけど、この時間に眠いのはもうやばいですよ。
もっとこう弾けるんだ。私も8時半ごろすっごい眠かった。一時なんかそういう波が来るときありますよね、うん、でもそこで、ま、寝てしまったら負けですからねそこを耐え忍ばないといけないわけですよ、うんうん、さ あということで、今回ってなんだい、5月1日が金曜日だったんだっけ。5月1日金曜ですね。男3人でやった時ですよ、うんね、そうですね、男3人でやった時、そうそうそう、男の人3人、はい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 、あのむさい感じでお送りしたいいんじゃないですか。あれ私は好きですけどね。悪くはないんですよ別に別に悪いなんて言ってないですからね私は好きですけど、ただなんて言うんですか、男臭さがこうやっぱりありますからね、うん、まあまあまあ言うなれば女性の方にはたまらないのかもしれませんけどまあ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 ね、女性の方にとってはそうかもしれないけども、例えばもうテンポイント師匠とかに言わせればもうむさ苦しいとか思ってるかもしれない男性の方、男性の方にとってはね、まあわかりませんけど、まあ男性は男性のね、そうそう、男性同士ほら歯に衣着せぬ感じでいいんじゃないですか。まあまあって言っても僕たちもまあこの3人も別に何も着せてませんけどねあ、そう、はい、間違いないです。そうですね、さあというわけでまず最初のコーナー、こちらのコーナー行ってみましょう。それではこちら、竹下投稿団、ほい、ということで、こちら皆様方から投稿の方いただくコーナーでございます。今日でもあれだね、うん、いないかもしれないね誰も。でもここテンポイント師匠とかあの会場にいらっしゃる方今一人しかいませんから、うんうん、多分ほらお休みボケとかでちょっとゴールデンウィーク明けだからもうぐったりしちゃう、もうそれこそ寝ちゃってる方もいるかもしれないし、うん、あまだゴールデンウィークで遊びほうけてる方もいらっしゃるかもしれないし、うん、分かりませんけど、うん、まあでも、まあ、まあもし投稿が少なかったら今日早く終わるかもしれないあ、なるほど、その可能性も非常にありますよね。ただあの、はい、いつものパターンだと結構後から後からこうヒュヒュヒュンとこ こう、ね、いらっしゃる方もそうそうそうそろそろいらっしゃいますからね。ユーストはでもいつもと変わんない感じかな。そうですね、まあでもまあまあということで本日なんですけども、ただ ここね油断しちゃいけないのは、あの大体こういうパターンの時ってあの MC 陣のフリートークが異常に長くなって結局いつもよりも尺押しになるって話がありがちですね、パターンとしてあるので盛り上がっちゃって、はい、そう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 、気をつけましょう。さあそれでは本日の投稿テーマです。それでは参ります。本日の投稿テーマこちら、初任給の使い方。はいはい、ういー、初任給の使い方です。なんかゴールデンウィーク中とかあの朝のなんかあれあるじゃないですか、僕の情報番組、情報番組、僕の場合は、まあ、朝はだいたいキーホニャララ系なんですよね。うーん、あーはー、はい、どっちかというと。なるほどね。でもね、あのね、その時確かねどこの局もなんかそれをやってたような気がしたんで、初任給、初任給の話を、ゴールデンウィーク入り始めの頃ですか。うん、なんかあの要するにほら、そんなことが話題になる季節なの。4月もだって25とかそれぐらいって一発目ですよね。一発目ですよ、初任給でしょ。で、あの今年の新入社員というか新社会人が初めてお給料もらって、そのお給料どう使うのみたいな感じで、あはあはあ、インタビュー結構してたんですよ。それが結構面白かったんで、あそういえば初任給ってどうでしたっけみたいな、何十年前でしょもう本当に何十年前です記憶をこうね、そうそうそう、糸を手繰り寄せないと、そうそうそう、初めて自分で稼いだお金ってことです。そうそう、まあでも、うん、まあそういうことですね。でもダメですよ、学生時代のバイトとかダメですよ。バイトとか抜きで就職をきちんとしてということですよね、うんうん、一応本気で
この仕事で食っていこうと思ってもらった一番最初の給料ですね。うん、うん、前に書いちゃった気がする。大丈夫ですよ、覚えてないですから大丈夫。あ、そっか、東京さん投稿で以前俺を覚えてたかも大丈夫ですよ、まだ大丈夫ですよ、はい、ということで初任給ですけども、うん、じゃあまずクリオネさんいきますか。初任給なんか覚えてますか、うん、多分真面目な答えでいいでしょっていうかふざけた答え、ふざけてくないホストクラブにもう使い込んだとかそういう話そうそう、なんかそんなね仕込みはいらないよね、じゃなくていいよね、じゃなくていいです、多分ね、ろくに覚えてないけど、どう多分絶対いいっていうか、うん、すごく身近な大切な人に多分プレゼントを買って、あと自分自身にも多分服とか買ってるんじゃないかなって思う、うん、覚えてないの何買ったとか。え、何買ったか覚えてない。マジっすか。あ、そう、うん、俺覚えてる、ちゃんと Me too でございます、うん、覚えてない。うーん、覚えてないんだ。結構女子はね、服買ったりとかバッグ買ったりとかコスメ買ったりとかじゃないかな。あー、これなんかいろいろ買う系なんだね。そう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 、それであとは、うん、例えば親とかにプレゼント買うって感じ、うん、はい、何買ったか覚えてます。全然覚えてないの。やっぱりうん、バッグとか服とかだと思うけど。うん、なるほど、なるほどね。うん、案外なんかはっきりは覚えてないですね。覚えてない。うん、そんなになんかイベント的な感じはしなかった。あ、そうなの。そうなんだ。うん、おてつさん見返してあげなさい。いや、そう言われると俺もそんなに大したあるじゃないですか。もうこれだっていうのを、ね、バーンとね、その覚えてるっていうのは何なの。バーンとこう、私はですね、はい、ちなみにあの、うん、万年筆仕事でも使うんで、うん、あのちょっといいやつを。渋いね。買いましたね、はい、うん、これはでもあのあれなんですよ、入社した時にもう職場の先輩から万年筆、要は、まあ、帝国軍が一番最初の入社だったの で、うん、で最初に入ったとこがあれなんですよ、やっぱりレストラン系飲食系だったんで。え、万年筆使うの。あのですね、通常のレストランだったらば普通の事務用のとかでも OK なんですけども、うん、ちょっと格上のレストランに初配属がなってしまいまして。なんか書くことある？あのメニュー、オーダー、メニューじゃない、オーダーを取るときにですね、はい、あのうちの他のレストランは普通のボールペンでもいいけど、うん、うちのレストランは他とは格が違うから変えようって言われて、変えよう、はい、うん、あと当時はまだお客さんとか普通にあのテーブルでタバコとか吸えたんで、うん、お客さん火付け用のライターも買って。はい、そうなんだ。あと時計もですね。そのライターとか自前なんだ。自前です、自前です、自前です。200円ライターだったらぶっ飛ばされる。ぶっ飛ばされる。そうだね、うんうんうん、お客さんに100円ライターで火付けるのは失礼だろってことで、ね、すごい。はあ、へえ、それってなんか大変だね。だ結局お金、初期投資が。そうだよね、絶対ね。大変でしたよ。時計も買わなきゃやばかったですからね。時計も、はあ、そういうことね、見えるからね。はい、そうなんですよ、はい、時間聞かれたりとか、はい、話してる時とか、ね、もう時計万年筆、あんまりすごい時計もできないしね。そうなんですよ、ね、微妙な線狙わないといけないよね。もうバリバリ金バリのやつとかは。そうなんですよ。あ、今ちょっと今俺モニター見て思ったの、お手つき髪型なんかすごいことになったね。こういい感じでしょ。いつもと違う髪型になったね。ちょっとこうあのパーマチックな、パーマネンツな感じになった。そうです、パーマネンツモヒカン的な感じ。なるほどね、はい。ちなみにこれと一緒にですね、うん、ニューアフロヘアも購入しました。あ、なるほどね。はい、アフロの毛のいいのを昔から探してんだけどさ、そう、なかったんですけど、見つけたんですよ、ついに。あ、そう。
はい、ただ、うん、多分マトさんがその今までで一番と思われてるところ、多分私のところと一緒のところのやつだと思うんですよ。あの火がついてるやつとかが入ってるところですよね。あれさ、アフロヘアってなんでか知らないけどさ、低のいいのを探そうと思ったら必ず昔のやつになるんだよね。そうなんですよ。ないんだよね、あんまり。ただもうあれよりはでもちょっと落ちるんですけど、もう中ではまだいいかなっていう感じのがあったので、それと2つ教えてよ。あとだ、アフロヘア、はい、ランドマークちゃん、後ほど、まあ、私もこれ、うん、あのモニちゃんに教えてもらったんですけど、ね、ああなるほどね。まあ話はガラッと変わってしまいましたが、初任給、初任給ね、僕の初任給は、僕の時は、うんうん、あの会社に言われたんですよね。親に必ず何かをプレゼントしようと。会社命令、会社命令だった。すごいよね。僕何しろあの入社して3ヶ月間研修、会社の研修で、うんうん、あの配属にならないで 3ヶ月間も全部の全社の新入社員がこう一箇所で3ヶ月間こう研修所に入って訓練を受けてたんですよ。なのでもう軍隊みたいだったんで、初任給をもらった時もなんかこうそこでもらってたね。だから研修センター的なところ、そこでもらって、ね、で必ずあの親御さんとかにプレゼントを買いなさい。え、何買いましたか？それがね、全然覚えてないんだよ。何を人のこと言っといて、もうひどいわ。俺ね、親に買ったものは全く覚えてないんだけど、自分のために買ったのははっきり覚えてるんだよね。で、親には、親多分あの時はね、親父とおふくろとじいちゃんばあちゃんに何か買ってた。うん、でゴールデンウィークにそれもその買って持って帰ったのを覚えてる。なるほどさ。で自分に買ったのは革ジャンだったの。うーん、革ジャンが欲しくて欲しくて、うん、でも革ジャンって高いじゃないですか。ですよね、うん、高いっすよね。初めて革ジャンを買って、うん、なんかそして背中にジェットシティないよね。背中にとかないね。ジェットシティじゃないにしてもなかったな、背中に。なかったですね。うん、なるほど。でなんかあの羊の皮の革ジャンを買ったんですよ。あ、柔らかいの。柔らかい。なんか硬いのがなんかダメで、うん、重いのとかありますね。そうそう、そしたら本当にジンギスカンの匂いするんだよね。マジで。そうそうそう。でそれを買ってなんかすごいなんか調子こいてたの覚えてますね。うーん、うーん、それぐらいだったんですよね。あとはなんか変な話、研修所だったんで、はいはい、平日は外に出れないんですよ。あー、はいはいはい。あの朝からもう夜までこうびっしりいろんなあのこう研修とか、うんうん、あのテストとかがいっぱいあったん で、うんうん、で週末になったらあのなんか街に繰り出していくみたいな感じの、うん、海猿みたいな生活だったわけですよ。なるほどですね。あの研修施設みたいなだから、あの変な話、平日出られないんで、あの、うん、お菓子とかあるでしょ。はいはい。ジュースとかあるでしょ。あれが売店があるね。うん、でそこで使うのに使ってたよね、初任給。しょぼい感じだった。お菓子、ジュース、お菓子とかジュースとか。そうそうそう、そんなのは覚えてますね。なるほど、うん、だけどなんか週末になったらこう出かけた時にちょっとなんかね、ちょっとなんかいいところに入ってお酒飲んだりとかさ、うん、してた。なるほど、そう、それを覚えてますね。うん、うん、というわけで今日は初任給の使い方ということで、うん、初任給何に使ったか教えてください。はい、うん、でこの間なんかテレビでやった時にやっぱり初任給何に使いましたかみたいな感じで聞かれてた、あの新社会人の皆さんはやっぱりなんか親にこうプレゼントを買ったりとか、普通そうですよね。そう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 。で、うん、あとなんか温泉に行ったりとか。なんだよ。え、なんだ、どうした、
いきなりなんだ。なんか飛んじゃった。え？はい、どうぞ。はい、戻ります。何やってんの？なんで今いなかったの今。わかんない。やめなさいよ、カメラ飛ばしてダブルクリックとかしちゃうの。いや、それはしてなかった。黒目さんも最近だんだんひまちゃん的な感じになんか、あとか。あ、言われてる。クリちゃんがひまちゃん化したって言われちゃった。危険だね。うん、そうそう。まあでもそんなことを言ってたりとか、なんか女の子は結構なんか温泉に行ったりとか、なんか服を買ったりとかよく行ってますよね。でも初任給っていうか、ちょっとしばらく経ってからよね、旅行とかに使えるのって。使えないもんね、初任給じゃ。初任給じゃまだそこまで使えないよね。全然だよね。そうそうそう。普通に考えたらやっぱり半年っていうか、ちょっと仕事してからじゃないと無理よね。うん、だから普通に考えたら、なんか普通に親にプレゼント買ったりとか革ジャンとか買ったりしたら初任給なくなった記憶があるもん。もうそうなくなりました。それって今から考えたらとんでもないことだよ。あ、全部使い切るってことでしょ。いやー、でもあの時はだからね、本当なんか初めてなんか自由になるお金がこう手に入ってすごいワクワクしたのはなんとなく覚えてんだけど、親元から通ってると全部使い切っちゃってもいいかなっていう甘えがありますね。そうだね、やっぱりそれはちょっとね、甘えちゃうよね。親元じゃなかったもんな。親元じゃないと結構真剣にきちんと使わないと。だけど配属になった時も独身寮に入ってたんで。あー、そっかそっか。でもね、やっぱりいいですね。でも大変よ、あの 寮のお金も払わなきゃないじゃん、給料から。あ、そりゃそうね、ただじゃないもんね。俺だからその頃って新入社員の頃ほんと飲み歩いてたから。全部飲み代にほとんど使ってた。うん、うん、でつけて飲んでた。偉そうに。あの時の年、ね、年でつけて飲むとかどういうことやぐらいに言われてたけど。本当に逆に言うと信用されてた、そのぐらい通ってたってことですね。なんかね、そこはね、最初ちょっと通ったんだよね。そしたらなんか可愛がられちゃって、逆に。そうそうそう。で、いいからおいでって言って、金ないからって言ったら、いいから、まあ後でいいからとかって言って、行って飲んで、うん、で、給料日近くなる、給料日になったら、お金持って飲み屋に行ってたりとかね。なるほど。うん。でも、結構だから、でも、なんか、安くしてもらったりとか、タダで飲ませてもらったりも相当してたんで、それはすごい良心的だったんですけどね。なるほど、いいお店じゃないですか、これも。いいお店です、ね、うん、もうあったらもうお手伝いに紹介したいぐらいなんだけどね。ぜひぜひ。残念ながらキャバではないので。ああ、なるほどですね。うん、俺の時なかったんだよな、キャバって、その当時。ああ、でも俺の頃もその頃まだスナックとか。スナックだったでしょ。ですよね。そうそうそう、うん、スナックが楽しかったんだ。ですよね。そうそう。女の人ってそういう時ってどうすんの、なんかさ。今ってさ、なんかこういろんな飲み屋さんがあるじゃない、こうちょっとシャレオツな感じの飲み屋さんとかさ、うん、こうね、昔ってでもそんなそんな、なんか女の子がなんか女の子同士で行くにはいいよねーような飲み屋って昔あった、そんなに。でもね、結局はね、うん、安全でおしゃれだと、うん、それこそ、うん、ホテルのバー。ああ、もうそう、ああ、そういうとこか。つぶはちとかが出てこないところがやっぱり。ないんだ、つぶはちとかじゃないんだ。え、どこ？つぼはちとか魚民とかそんなんじゃないんだ。あ、だからそれはそれでもいいと思うんだけど、うん、やっぱりそれはほら、何？おしゃれじゃない、ね。おしゃれして出かけようっていうとこじゃないから。はいはい、おしゃれしてつぼはちはないね。まあ、そうそうそう。だからちょっと気張って、ね、それこそお給料出たから、うん、じゃあどっか行かないって言ったら、うん、ちょっとホテルのバーとかね。なるほど。そうなっちゃうよね。そうだって、せっかくお給料出たから、つぼはちってちょっとね、普段でも行くじゃん。なんだ、おつぼはちに怒られるぞ。そんなこと言ったら。いや、だから普段でも行くじゃない。どうすんだよ、もしこの見てる人につぼはちの関係者の方がいらっしゃったら。いや、でも普段から行けるところじゃないんですかって言ってるんです。ああ、なるほど。特別に行くからっていう。そうです、ことですね。なるほど、うん、なるほど。でも俺なんかもうつぼはちの時はいつものタキシードでね、つぼはちに行ってますよ。逆につまみ出されそうよね。まあでもそうですね、なんか昔はなんかそう、なんか
ね、その女の子がなんかやっぱりそういう風に行ける店って少なかったかなっていう気がなんとなくするんですよ。今は普通にありますけど。そうだね、うん、ボーイズバー今はどこにでも入れるからね。そうだよね、例えばなんだっけ、そのすき家とかさ、ああいう牛丼屋さんとかって昔すごい入りにくかったけど、今はもう全然女子一人 OK の感じだもんね。もう OK じゃないですか今はね、うん。あれってなんかこうあれですよね、都会に行けば行くほど一人 OK になりますよね。あ、全然 OK みたいなよ、ね、うん。田舎はね、やっぱりね、やっぱ俺の住んでるところで一人でスキヤに行ってる女の子はいない、うん、見ないね、見ない、中野さん、シュンとされても困るんですあ、そうなのかって。そうそうそう、田舎ってほら、そうなのって言わなきゃいけないの。田舎ってさ、ほら、うん、なんていうんだろう、オフィス街があってそこになんかスキヤとかそういう形じゃないわけよ。なんか普通になんかちょっとなんかこう車で行ったところにスキヤみたいな感じだから、わざわざスキヤに一人で行く女の子も田舎に行けば行くほど多分あんまいないと思う。あ、ないのか。あ、なるほどですね。都会だとやっぱりそういうのあるかもしれないけどね、うん、なんかこうちょっとなんか仕事に疲れた OL さんとかが普通にいたりとか。全然 OK だと思うよ、うん、それも一人でも入れるって感じかな今は。そうでしょ、田舎のね、うん、仕事に疲れた OL はね、あのね、スキヤとかに行かない、引きこもってるいやあ、コンビニでお弁当買ったりとか、コンビニでお弁当買って引きこもってるってね、大体そのパターンですね、まあというわけでですね、今日は初任給の使い方、皆さんの使い方を教えてください、はい、投稿の方早めにいただけると嬉しいです。なぜなら、今日はないかなと思ったら早めに終わるかもしれないのでよろしくお願いします。なんだって、住宅街のスナックの配慮だった。住宅街にスナックとかあったらもうどっちかだよね、通の店かぼったくりの店かどっちかだよね。間違いないですね、うんうん、でもなんか最近流行ってるじゃないですか、全くお店に見えないようなお店って、あの住宅街にレストランとかポロッとありますもんね、うんうんうん、そうね、レストランならいいけど住宅街のスナックは確かにご常連さんしかいない感じよね。そう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 、うん、入れない。なんか住宅街にある何かって、寿司屋とかもそうだけど、なんか絶対入りづらいよね。だから顔になっちゃったらいいんでしょうけど。そうそうそう、隠れ家的なね、うん、ね。あと知ってる人が行ってるとかで一緒に行ったら、そうだね、連れてってくれるとかね、だったらまだいいですけどね。うんうんうん、この間なんかやってたっけ、ピザ屋さん、うん、安倍総理がお忍びで行ったりとかしてたピザ屋さんがあって、そこもなんかすごいこう隠れ家的なとこなんだけど、門構えっていうか店の構えはもう看板をちょろっと出るんだけどほとんど分かんない感じで、うん、中に入ったら満員になったよね。普通の外見は全然分かんないとこですからね。いや、よく見ればなんとなく分かるような感じなんだけど、だけどパッと見分かんない感じ、そんな目立ったなんか全然ピザ屋ですみたいな感じは全然ないよ、うんうんうん、なんかこの間それテレビでやったな、そういう、うん、まあでもね、そんな感じで皆様方の情報をお待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、はい、さ あというわけで投稿場所は URL の方が出てると思いますので、そちらの方から送っていただければありがたいです。はい、竹下投稿団または後ほど、それではよろしく、はい、はい、お待ちしております、はい、お待ちしております。さあ、それでは参りましょう。こちらでございます。オフィシャルスポンサーインフォメーションは、まず最初のオフィシャルスポンサーはこちら、アズール。さあ、それでは参りましょう。アズールからの情報です。よろしく。はい、アズールにより開催中のセール、ネパール支援チャリティ、そして新グループギフトと盛りだくさんのお知らせです。アズールメインストアでスプリングセールが開催中です。アズールファンにはおなじみの週ごとにセール価格になるカラーを変えていくスタイルのセールです、う
ラウンド1である SL タイム5月3日から5月9日にかけてはアクア、サファイア、ジェイド、エメラルドの青系カラーが 50% オフになっています。ほう。そして5月10日からスタートするラウンド2ではガーネット、マンダリン、イエロー、トパーズのオレンジ系、黄色系のセールに切り替わります。うん。その時セールになっているカラーは金色の枠で囲まれて分かりやすくなっています。切り替わるのは毎週 SL タイムでの土曜から日曜に変わる午前0時、これは日本時間では日曜の16時になります。うん。青系がお好きな方は今度の日曜の夕方頃までということになりますので、この週末にぜひどうぞ。続いてアズールも参加するネパール支援チャリティーイベントのお知らせです。4月25日に発生した大地震により全半壊した建物は54万戸、国内の死者数は7675人、負傷者数は約1万6000人と甚大な被害を受けているネパール。そのお隣の国インドのセカンドライフファッションモデルたちが隣人たちのために立ち上がりました。イベントタイトルは Join Hands for Nepal。 SL タイムの5月13日から16日にかけての開催です。初日の13日にはファッションフォーフードと題したファッションショーが行われます。このイベントではまずネパールの被災者たちに食料を届けようと国連のワールドフードプログラム、略称 WFP をパートナーとして、受け取ったすべてのドネーションが WHP に寄付されることになっています。WFP ですよね、多分。WFP に寄付されることになっています。そしてイベントを通さない WFP への直接のネパール被災者のための募金についても周囲の人々に広めてほしいと呼びかけています。なるほど。アズールからこのイベントのために出品されるのはカミーユのスギライト、レクサのルビー、15 minutes of fame のジェイドの3つの限定カラードレスです。開催場所の SLURL などについての詳細はまだ発表になっていませんが、発表され次第アズール公式ブログなどでもお知らせされると思いますので、どうぞチェックしていてください。はい。そして、うん、新しいグループギフトも出ています。シャープでモダンで大人なイメージの白と黒はアズール公式グループ、そして爽やかな白と青は SL フリー&オファーズグループのギフトです。本日はディオーネモデルのゆきちゅさんに実物を着ていただいております。はい、じゃん、それお願いします。ゆきちゃん、はい、どうぞ。白黒のバージョンの方でございますね。あ、本当だ。そうだね。こちらアズールさんの方のグループギフトの方ですね。うん。はい。いいですね、これね。ねえ。これいいっすね。これグループギフトでこれですか。すごすぎなんですけど、豪華すぎなんですけど。はい、こちらはですね、あっさり、すらりとした夏らしいシルエットながら、フロントはミニ、バックスタイルは巻き仕立てという形と大胆な柄が爽やかで大人っぽく、シンプルなのに1枚だけでとてもおしゃれに決まるカジュアルドレスです。うん、あのポップの方にはあのお帽子をかぶってらっしゃる写真が載っておりますけれども、お帽子の方はついておりません。はい、こちらはですね、アズールの公式グループと SL フリー&オファーズグループ、いずれもアズール本店にてグループ加入とギフトの受け取りが可能になっております。うんうん、なるほど。さあ、じっくり見てみよう。うん。なんかやっぱりあれですね。色っぽいわよね。こう、リゾートが似合いそうな感じの。うん。カジュアルドレスっていいですね、なんかね。
いいですね、うん、でもちょっとこれあのそれこそおしゃれなディナーとかにも行けるわね。全然 OK、 あーですね、うん、キャパは広いですよね。だからそういう広い広い、ね、かなりこういろんな場面に本当本当。だから全部がミニタケではなく後ろがマキシになってるっていうところもね、そうね、これも味噌ですよね、うん、そうそうそう、うん、バックスタイルとフロントオーバー見た時は全然またこう装いが違うんで、そうですね、とても素敵だなと思います。こういう感じの、ね、腰のあたりがこうね、なんかドレープ寄せてあるみたいにこう上の方にキュッキュッこうね、そうなのよ、ちょっと あのこうブラウジングしてあるみたいな、見せてますよねこれね、ね、うん、うん、あらちょっとこれもこれはですね、青のバージョンの方はあの SLTB スタッフ兼ディオネモデルの推しの漫画フリッカーで青い方着て、あ、そうなんですか、 SS 上げてましたね。青もとっても素敵でしたね。青も可愛いです、はい、夏らしい感じ、これからの季節にもグラデーションがすごいやっぱり効いてるから、どちらもなんかあのなんて言うんでしょう、シンプルなんだけど決して地味じゃなくてこう素敵な感じですよね。ね、うん、うんうん、これ帽子、そう、青いのも爽やかね、ね、こういう感じの帽子だと本当になんかカジュアルでとってもなんかこう元気な感じもしますけども、これ結構あの、うん、こうなんて言うんですかね、つばの大きい帽子をかぶるとすごいこうエレガントな感じもしますしね、しますね、うん、それはもう多分相当小物で変わるんじゃないですか、うん、ですね、アレンジいろいろ聞いていいですね、ね、うん、いいと思う、おしゃれのセンスがね、そうですよ、そういろいろと活かせていいんじゃないかな、そう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 、うん、そうそうそう、あ、そして今雪中のカメラ目線ガーン聞いてますから、かっけーってゴロンゴロンってこう男たちがパタパタって言ってるかもしれませんけどね、はい、確かに、なるほど、とっても素敵なグループギフトですね、はい、さあということで先ほどネパールの方の、こちらチャリティ、支援チャリティの方の話がありましたけど、あちらの地震もやっぱりすごかったんですもんね。なんか地震のね多い日本にねいるから、なんか地震っていうものって世界中どこでも起きてるのかなとかって思ったりとかすることもあるかもしれないですけど、やっぱり地震に弱いところはやっぱり弱いですし、あと、うん、インフラがこうちゃんとしないとか、あとやっぱり道路とかそういうものがこうちゃんとこう整備されてなかったりとか、整備されててもこう何て言うんでしょう、片方だけのこうルートしかなかったりとかするところっていうのはもう地震が1回起きただけでこうもう孤立してしまうのが当たり前に普通にあるみたいで、だから支援物資とかも全く届かないとかってやっぱあるんですもんね、山岳地帯とかのね重機入れなかった、そうそうそう、全然入れなかったって言ってましたからね。いやだからもうあんなの一応かわいそうになりますよ本当にね。だからそういう部分で考えて SL ってすごいなと思います。こういう形のねバーチャルシステムの中で、まあ、ゲームと言ってしまえばそこまでかもしれませんけど、 もし仮にゲームだとするんであれば、そういうチャリティーがこういう全世界規模でこうワッと集まってできるっていうのはすごいですよね。ですよね、うん、ぜひそちらの方も、はい、協力していただいて、ドネーションすべてこれ支援に回るという話だったので、はいですね、こういう形で、ネパールの支援もできますので、ぜひ、うん、やってみたい方ははい、そういう形で参加してみてください。はい、はい、以上ですか。はい、以上です。はい、ということで以上アズルからの情報でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。そしてモデルはゆきでした。ありがとう。できるんだね、セルってね。ね。まあでもさっき誰か言ってましたけど、遺跡とかがネパールってすごいいっぱいあるじゃないですか。はいはいはい。そういうのがもうめっためたに壊れちゃったりとかしてて、あれも本当にね。うん、悲しいですね。遺跡って。
って、基本的にはすごくこう耐久性が強いんですよね。あ、だからこそ持ってるってことですか。そうそうそう、まあ、壊れちゃった状態の遺跡もあるけど、ね、ありますけど、その、うん、今現在原型をとどめてるものが多いっていうのは結局やっぱりその作り方だとか、あとその素材とかそういうものが結局その劣化しづらいとかね、あとそのなんて言うんでしょう、やっぱりこう今時の材料ってすごくこうなんて言うんでしょう、人工的にやっぱり作られてるものは作られてるんで、やっぱり長い間じゃあ持つかってすごい難しいんですよね。でなんかこの間ふと思ったんだけど、じゃあ逆に言えばそこまでこう持ってたこうそういう遺跡群が今回の地震でこう崩れたりとかするわけじゃないですか。もう崩壊しちゃったりするわけじゃないですか、ということでそこに今までそれぐらいのこう衝撃のものっていうのはなかったんだなと思って、それぐらい大きいものがね、だって建物とかも本当石積みで本当にただセメントとかで固めないで本当に石を組んで乗せてただけとか、そういうところもありますよね。建物ばっかりだったから、そういうの全部ぶっ壊れちゃったみたいですよね、逆にそれがそういう風に作ってあったっていうことは、そういう部分のその今までそんな少なかったんでしょうね。でしょうね。やっぱり日本みたいにほらそういうのがしょっちゅうしょっちゅうあるところだと、やっぱりいろんなことを考えてこう作るじゃないですか。例えば変な話、あの台風が多かったりするとあの瓦を使ったりとか、そういうのとかいろいろこうなんか生活の知恵みたいなのとかってねあるんですけど、やっぱりそういう災害みたいなものがしょっちゅうやっぱ起きないと、そういうところってねやっぱりこう行き届かなくなっちゃいますからね。だから今回は本当大変だったんだなと思いますけどね。そうですよね。あの東京さんがローカルで、去年お世話になった音響スタッフさんがベースキャンプで亡くなったという、あら、どうなんですか。そうなんだ、エベレストの。そうですね。なんかあれですね、そう考えると本当、まあ、災害だからっていう風な形で言ってしまったらもうそれまでなのかもしれないけど、やっぱり本当こうどこまでがこうね運命で、どこまでがこう天命なのかもちょっと分かんないですよね。どういうタイミングでこうね召されて、どういうタイミングでこう生き延びさせられるのかっても分かんないなと思いましたね。この間のあのほら日本であの噴火したところがあったじゃないですか、前に。で、あ、御嶽山。御嶽山でしょ。はいはい。あの時もなんかそれをまざまざとなんか思い知らされたみたいな。そうね、助かった人たちとね、亡くなった方たちのそのギリギリのね。ギリギリでしょあれ。自分は助けられたのにってねおっしゃってたね、生存者の方とかいらっしゃいましたよね。決してだからさ、なんかあの時の状態もさ、あの隠れてたから良かったっていう風に言い切れないような状態じゃない。もうそうですよね。隠れてたってもう俺も全然知らなかったんだけど、あれ本当にすごかったらしいね、あの岩の降り方みたいなのが。そうですね。でもう変な話、もう貫通とかしてたりとかするんだって。あ、そうなんだ。らしいですね。圧迫死とかじゃないのね。圧迫死とかだけじゃなくって、結局もう打ち抜いたみたいな貫通してるやつとかもやっぱあったんだって。あ、それほどの勢いなんだ。で当然のことながら結局貫通はしなくても、それだけの大きいものがもうそれだけのこうスピードで、例えばもう本当に頭に当たったりとか、そんな風になればね、まともにあれですか。だからあの時に亡くなった人のほとんどってやっぱりその結局それに当たって亡くなったりとかした人がやっぱりそれが致命傷になっている人が多かったんです。そうなんですよね。ほとんどらしいですもんね。なんかガスとかっていうよりもやっぱりそっちの方が多かったっていうから。それも本当だから方角とかどっちに逃げたとかっていうのでね、もう一つの判断だけで変わっちゃったりとかしたんで。なんかそういうのこういろんな災害が起きると、なんか人間って本当になんかこう生かされてる部分っていうのがやっぱ多いんでしょうね。なんか自然に、ね、自然にね、なんか全てにそうですよね。でもね、いや本当そうだった。もう僕たちがこんなとこでねバカみたいなことをねこうペラペラ喋ってることもねもう生かされてるから
どういうことか、ね、よくわかんないけどね。わかんないですか、うん、こういうところで喋ってられるのも、もう生かされて喋ってるっていうことです。あ、そうね。最終的に例えば、本当に悪い例えだったけども今まあでもあれですね、あの SL っていうのはそういうチャリティーとかそういうこともやっぱり多いんで、あの参加できる方は参加してみるとなんか有意義だなっていう気がします。はいですね、はい。さあそれでは行きましょう。続きましての情報です。続きましてのお知らせスポンサーはこちらからになります。ジャバラランドイベント情報は、さあそれでは参りましょう。ジャバラランドからの情報です。よろしく。はい、ジャバラランドからちょっと楽しい施設のご案内でございますよ、うん、はい。ジャバラランドシムのお隣、ジャバラランドアトランティスの上空300メートルにかなり大きなホロデッキという施設が設置されております。はい、はいはい。海外のテレビドラマスタートレックシリーズを見たことがある方ならピンとくるかと思いますが、うん、ホロデッキとはごく簡単に言うと仮想空間を作り出すシステムのことです。はい、はい。限られた土地の中で自由に気に入った空間を瞬時に作り出せるとしたら面白いと思いませんか。うん、面白かったです。旅で行きましたよね。旅でもね、お邪魔させて体験させていただきましたけどね、うん、はい。でですね、そのホロデッキのシステムは大きく分けると、周りをスクリーンで囲って画像で別の空間を感じさせるものと実際のプリムで作られている建物施設が出てくるものの2種類がありまして、うん、ジャバラランドアトランティスにはその両方のシステムが設置されております。うんうん、はい、はい。周りをスクリーンで囲うシステムは、うん、Virtual Reality RoomVRR というもので設置してあるたくさんのパネルの中から気に入ったものをクリックすると宇宙空間や大自然、都市の風景、豪華な宮殿の中といった景色が周りのスクリーンに360度映し出され、あたかもその場所にいるような感覚が味わえます。うんうん、はい。そしてもう一つの実際のプリムで作られている施設が出てくるものはパラダイスモーフ、VRR と同じ場所に設置してあります。はい、少し分かりにくくなっておりますので、毛布についているシットボールに座ってご利用されることをお勧めします。パラダイス毛布は普通に言うんだね。パラダイス毛布ですね。パラダイスブランケットですね。うんうん、こちらはですね、毛布をタッチしてくる、まあ、そうだよね、毛布ってさそうだよね、毛布って日本語だよね。毛布ですね。そうだね、今パラダイス毛布とか言われた今急いでグリオネがブランケットだよって言った時によく考えたら毛布って漢字じゃんとか思ってそうだ、あぶねえ毛布って言ってる。そうね、うん、毛布は日本語でしたね、確かに。そうだね、しゃくれる必要なかったです、ね、なかったね、はい、失礼しました。すごいですね、はい、はい。こちらはですね、毛布をタッチしてメニューからシーンを選ぶと様々な施設が出てきます。うん、はい。施設の中には実際に座ることもできますし、ボールに座ると泳いだり踊ったりすることができるものもあり、中にはお土産がいただけたりするものもあります。うん、はい。パラダイスモーフはジャバラランドシムの中央付近にも設置されていますのでそちらもぜひご利用くださいませ。なるほど。はい。一人でのんびりとお友達とにぎやかに、そして大切な人と二人で、あれあら、ちょっとお気に入りの空間でさまざまな時間を過ごしてみてください。はい。また SS を撮られる時の背景としての活用もおすすめです。うん、実際の風景と合わせてみたり、パラダイスモーフと VRR を組み合わせて撮ってみたりと工夫次第でいろいろ試すと楽しめそうですよ。うん、はい。しかもホロデッキはいつでも無料でご利用できますので、ぜひ遊びに来てくださいね。そうね。はい。はい。以上でございます。うん。ということで、以上、ジャバラランドイベント情報でした。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。
なるほど、うん、なんかおてつってはい、あれだよね、ちょっとこう芸人風な感じのところがあるよね。ロッカルで言われてるよ、外人に道聞かれて日本語変になるやつみたいだって。間違いない。あれさ、あこっちの方がみたいな。そうそう、俺さあれ本当に思うんだけどさ俺はね、俺は思うんだけど、うん、例えば、うん、外国人の人がこう日本に遊びに来るじゃないですか。はいはい。で日本の文化をこうね体験したかったり、うん、日本をこう満喫したって来るわけじゃないですか。うん、でそうした時にやっぱり外国の人が来て、例えば日本語に触れたいなっていうふうな時に、うん、その日本語に触れたいなと思って日本人の人に外国の人が片言の日本語で話しかけてることあるじゃないですか。ああ、ありますよね。その片言のね日本語で話しかけて日本語に触れたいと言っている外国の方に日本人が、うん、ふざけた感じで、右のところを左に行ってとか言うそれで言ったらもう海外の人なんかがっかりだろうなと思うよね。おかしい。なんかほら、ますね、ローカルで Out this way go straight signal 渡る。そうそうそうまさにこの状態ですよね。なるほど、語学で海外 の海外になんか旅行、語学のためになんか英語に触れたいから行くっていう人もいるじゃないですか、日本人でね。はいはい、はい、逆に行って人が、ね、なんか海外の人にこう自分の英語をこうで話しかけたら向こうから帰ってきたのがめちゃめちゃ日本語に寄ってるなんか英語をこう変えたりとかそれと同じぐらいな感じだよね。なんかそういうのだからあえてだから日本語で話しかけてくる外国の人にはきっちりとした日本語で返してあげるのがマナーかなっていうのは。そうね、拙者ぐらいな感じね。そこまで言っちゃいますか。そうそうそう、やっぱりそういう形で日本の文化を満喫してもらった方がいいのかもしれない。うんうん、でも今すごいですもんね、観光客が日本のあちらこちらにも、特に中国の観光客の、ね、そうね、中国の方多いですね、うん、高速道路の、うん、インターとか、インターっていうかサービスエリアとかのトイレとか、まあ、デパートもそうだと思うんですけど、うん、外国の人の立ち入りであろうトイレってこう外国の英語とか中国語とかで書いてるじゃないですか、いろんな案内が、うん、あ、はい、ね、いつも思うんだけど、トイレの案内のこう注意書きみたいなのあるじゃないですか、うん、はいはいはい、で本当にそんなことするのっていうような、文字では分かんないけど絵で分かるじゃないですか、これ押しちゃダメですよってバッテンマークを書いてあるじゃないですか。まず洋式の便座に上に上がってしゃがんでこうなんか今時まだそれその絵に描いててそんな絵描いてある描いてるのでバッテンになってる描いてるの。であとは使った紙を見ないな、使った紙を便座の前にこうゴロゴロ置いてる絵があるわけ、それはバッテンみたいな感じ。それすごいね、うん、へー、なんかねあれを見るとね逆にこういう風にする国があるんだと思っちゃう。だから中国とか、ね、韓国とかはどうなのか分かんないし、でもねアメリカとか向こうの方はそんなことはないでしょ。あ、でもブラジルとかもまだ下水道が発達してないんで、うん、髪は流すと詰まっちゃうから捨てちゃダメっていう。え、じゃあ髪どうすんの？髪どうすんの？いや、ちゃんとそれを捨てるゴミ箱的なのがあるんですけど。いや、きついわ。で、それがないとどこに捨てていいか分かんないから多分ペッてそこら辺とかに置いちゃう方もいらっしゃる。それってどうするの？その髪どうなるの？いやもうだからあれですよ、それ別に当時の人は回収してっていうパターンですよね。なんかもうその蓋みたいなものがあるのか分かんないけど蓋を開けるのも嫌だよね、なんかねそこね、うん、なんか箱みたいなのでできてて蓋がついてるので入れるとこもサンパウロとかだと田舎っていうか端っこありますし、すごいよね、うん、
だってあの俺の知り合い の, あのインドネシアにいたやつが、うんうん、だけどあのまたがって普通に下にこうなんか土が掘ってあってそこを川が流れてるって言ってたよね。うん、で葉っぱが置いてあるんですよ普通に。自然な水洗トイレ状態。そうですね。そうそうそう。でもなんか流れてるから清潔そうだけど、ね。まだなんかね。うん。すげえな。でもその川下で子供が遊んでたりとかするんですよね。川遊びとかして。まあ冗談かもしれないけどあのその下に家畜がいたっていうの話とかなんか映画とかであったりする。要するにあの飼料として食べるみたいな感じ。うんうんうん、なんかね今ねモニちゃんがほら中国の田舎も紙がねえよ、うん、何でもねえよ水桶だけあるよ地域によっては縄だけがあるよってこれ私も聞きました。縄では吹くんでしょ。縄の私見たことあります、うん、中国それさちょっとさもう非常に聞きたいんだけどその縄はえみんなが使うのみんなが使うんです絶対なんか病気になっちゃったりとかするよね。やばいっすよ、やばいっすよ。てかそんなにケツが痛いよね。てか壁がないっすもんね。私その縄があるとこ見たとき。あの公衆トイレみたいなところで普通壁でこう仕切ってあるじゃないですか、うん、中入ると何にもないんですよ。なんかもう16畳ぐらいのドーンってこう広間じゃないですけども、うん、でそこに溝みたいなのが真ん中にこうつらーっとあって、うん、そこにみんなその溝をまたいでこう用を足すみたいな感じで丸見えなんですよね、うん、落ち着かないわね。でその横あたりになんかテローンとこう斜めに張って多分だからあれなんだよもうそういう文化しかなかったらそれが当たり前になるかもしれないけどそうじゃない文化を知ってる俺らにとってはもう落ち着かなかったりするのかもしれないけどそういう文化の人にはだから病気にもなんないし大丈夫なんだけど、うん、よくほら海外行くとお水飲んじゃいけませんよっていうのと同じで、はい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 うん、あ現地の人は全然お水飲んでも大丈夫免疫ついちゃって俺らはだからもうヘナチョコなわけですよね、うん、そうですね、うん、ねっそうやって考えたらその広いところで溝が掘ってあってこうなんか何人もできるようなところ案外そういうところの人たちはそれはすごい清潔じゃないですか。トイレは案外みんなで会話をするところだと思ってるかもしれないね。ああそれはいいですね。そんな感じですよね、うん、用足しながら喋ってる人とかいますよね。随分出てるよねみたいなそんな感じだよね。だってアメリカとかだってあのドアとかがこうなんだろう高さが全然なくってね頭はこう隣の人のが見えるとかって昔ありました。あれは結構安全のためですよね。ですよね、うんうん、俺未だに男性用トイレで、うん、あの妙にあの小便器が横と近いのすごい嫌だもんあれなんかじゃ昔よかったっすよね。なんかさすごい近いところがあるんだよ、そうなんだ。そうここ3つ並べなくて2つでいいのに、ここ2つだよねっていうところに3つ入ってんだよ下手すら4つ入ってるところがあってさ、あれ、まあ、肩が触れそうな、そうそうそう、もうで体大きい人だと当たっちゃいますもんね。いやとかね。でさ俺なんてさあれなのよこう高さがちょっと足りないのよ。あ、うん、はい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 。うちの会社のトイレってあの結構ほら最近の、 あの小便器でなおかつ外国の人が来るようなところって結構大きい小便器なんだけど、うん、普通の一般的なやつそんなそんな背が高くなくって、うん、であのそのためにはこう足を結構開くのね。肩幅よりもちょっと開いたぐらいにしてするわけですよ。高さを調整するわけ、ね、高さを調整するわけ、足をこう開いて。そうするとね隣に来られた日にはねその隣の人がすごいこうなんかこうそっかそっかね、え時間差にしなきゃダメね。んだけどほら待ってんのもあそこ気まずいからさ小便器の前で。そりゃ そうね。そうでもそこはやっぱりさなんだかんだやるんだけどやっぱりこう膝を曲げてしたくないからさトイレするときぐらい、うん、やっぱりこうガッて仁王立ちしてしたいじゃないですよね。そ う, そうなんだ。そういやまあだからどうせ開くんだったらね、うん、高さ調整するんだ高さ調整するんだったら膝を曲げて下げるよりも足を広げて低くした方がいいんだけど、うん、そうするとほら隣の人の陣地までこう足が入っちゃう。陣地ね。そうそう、はあはあ、それぐらいだって接近戦なんだもん。ありましたね昔は。本当多かったですよね結構、うん、
女子はあんまりそういうのって経験ないわけじゃないですか。あんまりってかないわけじゃないですか。必ず個室ですからね。そうそう、逆に子どもの頃高さが足んなくて私一生懸命こう背伸びしてパンツしながらやった記憶とかありますよね、はいはい、そういう子に限ってもうパンツからズボンから全部もう膝の下まで下げてやってるよねあれ可愛いよね。まさに俺それでしたね、子どもの頃は。あれ可愛いじゃん。俺ふと思ったんだけど、この間あの出張で行った時に その、うん、そこのかあの建物の中に入ってるあのそこの事務所の人がいたわけよ、うんうん、久しぶりに見たよね、大人なのにあの結構全部開く人。あでも最近逆に多いっすよね。あれさ、子供の頃の癖が残ってんじゃないあれ。うーん、うちの会社にもいるんですよ、特定の人が、うん、いつもその人そうなんですけど、たまたまトイレで会うと、うん、あの下まで下ろしてるんですよね。ベルトも全部外してるでしょ。そうなんですよ。でかろうじてパンツが桃のあたりで止まってるんですよ、はいはいはい、ただもうケツは見えてるんですよねそこまでか、そこまで。ですけど、はい、俺ケツはいないな、ケツはいないけど半ケツぐらいのやつが結構いる。うん、多いですよね半ケツぐらい。だから3人ぐらいいますもんね、うちの会社に。用を足し終わったらもう大ごとよ閉まって全部開けて、もうなんかワイシャツとかも全部こう中に入れてベルトを締めてみたいな感じだから。あ、これクリオさんこういう話嫌いですか。いや嫌いじゃないですけど、うん、もう知らない世界ですもん。知らない世界、知らない世界だから乗りようがないですよね。そういう人がいるんですよ。うん、すごいですねしか言えないですよ。そうなのよ。でもあと座って、男の人でも様式で座って賞を足す人。あ、僕は基本的にはそうですよ。これですよ、ね、今増えてきてます。もうそうそうそう、うん、僕は前の家の時からもうそれやめてますから。うん、家でそれもやっぱ落ち着く、リラックスして座ってっていう。不潔なの、汚れない、汚れない。うん、すごい跳ねてるからあれですよねでだから普通に外に出てショーをするときは小便器があるからいいじゃないですか、うん、だけど家って小便器ってないでしょ、うん、であれに向かってこう立った状態で放水するとえらい数のしぶきがもうあっちこっちに飛んでますよ、うん、らしいですよね、うん、見えないけどみたいな感じ。俺変な話、前の家から引っ越してくるときに別にそんなに気なくしなかったんですけど、やっぱりね、横のところがそのなんていうの、もうやっぱり汚れるんですよ。でもそれを掃除するのがもうすっごく嫌で、だからもう俺家では絶対座ってしてます。だから他人の家に行っても座ってします。あ、そういう意味合いもあったんだ。俺逆にそれは知らなかったです、ね、それが意味合いだと思いますよ。うーん、それにね、もう一つね、うん、はい、相当自分のズボンにかかってるよ確かに。いや、マジで本当にそれは確かにそうですよね。あのね、一回ね、うん、裸になってしてみ、ほう、お風呂に入るときにさ、はい、催したことってない？あ、あります、あります。で、お風呂に入るときになんか催したときって、はい、服脱いでたら服着ていかないじゃん。あ、そのまま行きます。そのまま行くじゃん、はいはい、そのまま行って試しに立ってしてみてらいいよ。おー、何回かあるけどそこまで意識しなかったから。あれ、足にすごい跳ねてこないだから俺それが全部ズボンに飛んでると思ったらもう無理だなと思って。だからもう壁も汚れるし服も汚れるし、もう何もかにも汚れるんだったらもう座ってした方がいいなと思って。なるほど、うん、絶対その方がいいよ。うん、うん、いいよ、うん、本当にいいよ。真面目にそんな言われちゃうとなんかそうしないとやばそうな感じ。いや絶対その方がいいよ本当に。でも自分でお掃除してたら大体ね、うん、そうそうそう、気づくと思う。掃除も自分でやってるけどあんまりでもそこまでは分かんないんで、うん、壁とかってなかなか、うん、でもあれ石鹸線で見てみ石鹸線
長いね、この話題。ああ、そうね。うん、本当、這いつくばって掃除したからね、前。うん。まあ、というわけで、今日の投稿テーマは、初任給の使い方でした。全然、長いなと思ってたのは。今日ね、わりかしフリーな時間が結構あるんで、長い。一応、いろんなところでこう広げていかないとね。あの、まさかの11時半終了とかそういう形になるんで。誰かになんかこの間言われたな、俺な、そういうこと。ああ、そうだ、あの時だ。6周年の時に、一人ずつなんか、あの、エピソードを、ああ、ありましたね。っていうのあったじゃない。はいはいはい、はい。誰かが言ってたんだけど、ランウェイかなんかの時かな。なんか、あの、番組がなんか30分で早く終わってびっくりしたっていうのをなんか、エピソードで書いてきた人がいてさ、それ6周年じゃねえだろって話になって。だけど、そういうのあるよねって思ってね。そうそう。さあ、ということですね。じゃあ、まずこちら最初に行きましょうか。投稿をもらっています。投稿ネーム。ゆきんせさんからいただきました。ゆきんせさんね。はい。ゆきんせさん。女子です。セカンドライフユーザーの方です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは、まどさん、くりちゃん、おてつ。初任給ですが、はい、当然ながら私のものも買いましたが、両親にプレゼントしました。うん、そうだよね。素晴らしい。まず、お父さん。うん、父には梅の木、梅の木、本人植木が好きなのです、うん、ああなるほど、あほほほほ、梅の木ですけど今は結構大きくなっています、あら素敵、勾配、うん、勾配、うん、まさに記念樹ですね、うん、勾配って何ですか、木の種類ですか、梅の種類ですか、うん、じゃない、何勾配とかあるよね、あの紅の梅、紅の梅、はい、うん、勾配ですよね、僕梅干しのなんかあれのことかなと思ったら、これ木の名前なんですか、勾配って何なんですか、そういう種類の梅が、梅があるのね、うん、あ、そしてお母さんには、うん、確か洋酒だったと思われます、多分、どんだけ飲むのかってくらい飲みますあ、でも喜ぶね、飲むと一人カラオケをしていますと、なるほど、なんかあのゆきんせさんのこうなんかちょっと私生活が覗けたような意外性を感じましたけど植木が好きなんだね、お父さんはね、素敵ね、なんかいいですね、初任給で梅の木をあげるっていうのはね、それ大きくなってるんだったらそれいい記念になってますよね、ですよね、これはうちのゆきんせが俺に初任給で買ってくれた梅の木だみたいなね、うん、そうそうそう、これもいいじゃないですか、いいっすね、いいっすね、はい、まあ、お母さんには、まあ、酒なんで多分お母さん覚えてないかもしれないですけど飲むと一人カラオケしてます、一人カラオケどこでしてるんですか、家でしてるんですかね、家にカラオケの機会があるっていうことですかね楽しそうね、すね、まさか家がダムなわけじゃないですよね第一交渉とかでないね調整時になんとかね、ゆきんせさんありがとうございます、ありがとうございます、続きましてこの方からいただきました、投稿ネーム、テンポイント師匠からいただきました。男子です。セカンダリーフィースリーミューズの方です。ありがとうございます。ありがとうございます。マトさん、クリさん、おてつさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。今日はなんとなく投稿少なそうな気がしたので、久々に投稿してみました。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に今日はね。だいたい、まあ、この辺の日にちってやばい感じですよね。はい。初任給はかなり昔の出来事で記憶が曖昧なのですが、かろうじて覚えているの、覚えている使い道は、携帯電話の購入です。んー、ちょっと待って。師匠、いくついくつ師匠、師匠、近いんじゃないの、そんな時に携帯電話があった、携帯
電話って全部ピッチの時代からの携帯っていうんじゃないの？違うの？いや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 、俺の時代はそんなのガラケーでしょ。ガラケーはガラケーだけど、うん、俺初めて携帯持ったのって初任給とかの時代じゃなかったな。出てるよほら、ローカルで。俺と2歳しか違わないのに、そんな感じ。ショルダー電話って言われてる。まさかショルダー電話じゃないよね。多分あれ携帯あったよって、いわゆるなんだろう、うん、こう家の電話の子機みたいな形にやっとなってすぐぐらいじゃないですか。ショルダー電話なんかすごい高いよ。すごい高い頃じゃない？めちゃめちゃ高いよ。だってショルダーの後にいわゆる今の形じゃないですけども、うん、家の電話のアンテナでビュって伸ばすやつ。そうです、初めてなった時は確かにありましたよね。20万、当時昔50万ぐらいだったのがやっと半分ぐらいで20万になったとかっていう。89年から91年に小型化したそうですって。89年って俺はまだ19歳だよね。そんな時代に小型化された。あ、そう、ショルダーから広辞苑みたいになったじゃないですか。なったなったなった。で広辞苑みたいなのになってから今度厚みが今度なくなりで、そうそうそう、ムーバーですよね。ムーバーになったの、コキみたいなやつで。91年にドコモがムーバーを出した。折りたたまらないやつだよね。ですんですね。はいはいはい、はい、うん、いきなり違う。あ、でもね、俺最初に買ったのが、うん、モトローラの携帯だったね。うん、だから番号しか出ないやつ。文字もなんかそれこそ本当に文字盤がまだ文字しか出ない、文字っていうか、なんていうの、名前カタカナで出て、うん、電話番号だけしか出ないような感じのやつだったの。トランシーバーみたいなやつだったね。ああ、はいはいはい。あれいつだったかな。ああ、でも、ああ、そうかもしんない、師匠。ひょっとしたら。本当にその最初の頃かもしんない。初代ムーバーの時じゃない。ムーバーで出たやつすぐぐらいじゃないですかね、多分師匠。かもしれない。買われたの。初任給で携帯ってすげえな。すごいね。あれ、どこだ、これ。あ、こっちか。違う画面見てメール探しだ。使い道は携帯電話の購入です。当時はポケベル全盛で、そうだよね。うんうん、そう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 。携帯電話を持っている人はまだまだ少数派の中。そうですね。いくらか忘れましたが、ドコモの、D101 ハイパー。なんか懐かしい響きだな。すごいな。懐かしい響きだな。お、懐かしい響きだ。D101 ハイパーという機種を勢いで買ってしまったのを覚えています。勢い任せで買った携帯電話ですが、その後、電車が止まった時や寝坊した時の職場への連絡手段として大活躍したので、いい買い物したなとつくづく思ったのを覚えています。そう、そもそもでした。あ、今こんなやつねって師匠が、ちょっと URL を出して、マジでちょっと見てみましょう。ググっちゃった。どれ、うん、おお、あったこういうの。懐かしいっすね、この形。懐かしい。これドコモで D だったんだっけ？っていうか最初の頃って全部 D だった？電話の D？ 番号もなかった記憶はあるんですよね、私。P だったら P だけとか、 D だったら D だけ。ああ、かもしんない。だからそれよりも後の多分機種かなと。ただある程度経ってくるとさ、これ全部メーカーになったよね。ですね。F とかになったら富士通とかさ。ですです。パナソニックの P とか ね。 そうそうそう。N だったら NEC とかさ。あ、三菱が D だ。あ、見た、ね、そうだ、三菱が D だ。なるほど。そうだそうだそうだ。ダイヤモンドだ。ダイヤモンドだから。そう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 。ダイヤモンドの D だよ。そう。そうだ、思い出した。そうか、なんか懐かしいね、これ。なんか俺、未だに覚えてるけど、2代目ぐらいに買った携帯が、富士通のやつだったんだけど、鬼のように小さくて、うん、俺、
多分その買って2代目ぐらいのやつが、2代目か3代目ぐらいのやつが今までの歴代で一番ちっちゃいよね、最近のやつよね。なんかちっちゃくなるのがもう目標ぐらいな感じでみんなちっちゃくしてたじゃない最初は。あ、コンパクトどれだけ小さくするか。そういう時代もあったね。あの俺本当あの普通に手のひらの指の部分を全部取っ払った部分、手の甲の部分、うん、その長さぐらいの携帯だったの。うん、超ちっちゃいね。超ちっちゃいの。うんうんうん、すごい便利だったからね。なんか携帯電話ってなんか懐かしいね、本当ね。そう考えると。だってあれですよ、あの飲み屋とか行くと、うん、あの電波が届かないからってあの携帯持ったお父さんたちが、うん、カウンターの端っこの一箇所とかに集めて、ね、でなってるとママがあのスナックのママが誰さんの携帯なってるわよとか言って、でうう俺のだ俺のだとか言ってこのカウンターの携帯を置いてたっていうことそこに。そう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 、電波が送る、電波来るところに。すごいよね。そうそうそう、昔電波悪かったもんね。しかもあの雑音入るんですよね、電波悪かった。ザサ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 ッつってあの M ラジオみたいに。たまにでもなんか今のソフトバンクのあのやつって話したらなんかピロ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 とかなんかわけわかんないことになるね。あーピポいやピポじゃなくてなんかあのなんか混戦したなんか宇宙人みたいにならない、なんか本当ですか、ヘラ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 みたいな。ならないよね。ならない。昔のなんかドコモかなんかの時はなったような気がするけど、それなんかほらなんだったっけ、暗号化じゃないけどなんとかのっていうやつ、うん、今はずっとないね最近は。マジで。うん、もう全然ある。たまに今でも、今でもたまにある。マジっすか。うん、まあ田舎だからね。うん、そうそうそう、うんとか言っちゃって、うんとか言うな。なるほどね。まあ連絡手段として当時はね、そうだよね、画期的だったもんね。でも高かったよね、通話料が。高いっすよ。高い高い、すっごい高かったよね。5秒で十何円とかそんな感じでしたもんね。もう恐ろしいわ、うん。それがさ、ほらね、言った時代が来たでしょ。俺ずっと前に番組で言ってたんだよ、あの通話料が無料になる時代が来るよって言ってたんです。うん、まあ無料じゃないけどね。無料じゃないですけどね。通話料は無料です。基本料金だけになってるでしょ。いや、通話料かけ放題のがでしょ。そう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 、だからそういうふうにな、そういうのが出てくるよって話。それが普通は、うん、今僕今のうち言ってきますけど、そのうち全部なりますよ、家電も。もう全部通話料無料っていうか、あの基本料金だけ、基本料金だけっていうのが普通のプランになってます。必ず。もうこれ僕がね言ってたというのを皆さん覚えていてくれれば、何年か後にああマコが言ってたな、その通りになったなって。そうそうそう、うんうん、この話前にした時俺笑われたんですよ、ね、だいぶ前に。あ、そうなんだ。そうでもなってきたでしょ。うん、なるんだもん絶対。なってきた、なってきた。そう、でも最後無料にはならないと思うけどね、電話会社潰れちゃうからね。完全無料にはならないかもしれないけどね。そっち人間が進化してみんなテレパシーとかで使うようになって電話自体なくなるかもしれないですよね。もうね、お手数が何言ってるか分かんない。テレパシーが、テレパシー使いたいよ。的な。うんうんうん、なんかそういう、なんかあれだよね、かっこいい感じになればいいね。うん、いいっすよね。でもあれ、マトさんも前言ったかもしれないですけど、うん、俺とかマトさん子供の頃からの腕時計、そうだよ、落とせよ落とせよじゃないですけど、あのイメージが。あれがさ、だから俺ちょっと納得いってないんだよね、まだ。ですよね。アップルウォッチだっけ。ありますね。納得いってないよね。違うんだ。違うんだよ、あれじゃないんだよ。あれじゃないんだな。違うんですよね。もうね、あのこうパカッてついてんだよ、上がパカッと開くの、上がパカッとついて、そのパカッと開いた部分に相手の顔が映るの。よく宇宙門に出てくるよね、宇宙門の映画とか。宇宙門の映画。そうそう、宇宙門の映画に出てくる、ね、パカッと開いて、うんうん、あのこちらこちらもあとこちらもあと、あのコックピットを落とせよみたいな感じで、なんかこう言って、うん、なんかそういう感じでやって、うん、OK 分かった、パシャッとその蓋閉めたらこう切れるっていう、うん、あんなのアップルウォッチダメだから。違いますよ、全然違うから、これじゃないから。違う違う、いらないし、あれ違うし、なんであれ作んないんだろうかなと思うよね。
あの時代もだからそこえだけなんか韓国製かなんかのでそういうのあったよね。流行なかったんでしょ結局。そうなの？そうなんじゃないの？でも今考えたらさ、あれすごい盲点なのが、うん、あれやばいよね、よく考えたらね。やばいって、パカッて開けてあれ腕時計に向かって喋るってことはあれスピーカーじゃん。ですね、周りにダダ漏れだよね、これ。まあそういうことも、ね、すごい恥ずかしいよね。でもあれにこうイヤホンを刺すのは嫌だよね。違うよね。違います。だから Bluetooth、 そう考えたら Bluetooth のイヤホンを耳に刺しつつ相手の顔を見るためだけにパカッてあげるっていう話かい。だから今の技術だったらでも絶対作れますよね。絶対作れるよ、多分作らないだけなんだと思う、うん、ですよね。売れないだからそれと似たようなので結局だからその代わりにで電話とリンクさせちゃってんじゃないの。そうなのかな。もうちょっとなんかあれなんだよな、大体あんなちっこい、だからその何あったじゃない、なんか時計でなんかこう、うん、文字盤じゃないけどなんかアルファベットのあれが並んでるのがついてるやつ。あ、はい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 、ありました、ね、あのなんかあのキーボードみたいなやつじゃないですね。そうそうそう、あれで結局上がカパって開いて、でもしそこに顔が映って話せたとしたって、うん、あんなキーボード使えないじゃない。でも音声入力しなきゃダメでしょ。確かに、そうそうそう、だから非なんかプラクティカルじゃないんだよねそれって。昔あった電卓付き腕時計みたいなボタンが小さくて、そう押せないってやつね。用事で押すみたいな。そうそうそう、なんかでもあれなんですよね、憧れるんですよあれに。うん、007とか、あとあのウルトラマン の、 あの地球防衛軍とか科学特捜隊みたいなね、未来、昔の未来って言ったらもうそれでしたもん。そうそうそう、昔の未来ってそれだったもん。真っ先に浮かぶのはそう。、うん、ぶっちゃけいやいや確かにもうすごいよ今も、スマホとかもすごいしさ、うん、あのでも俺らの時代のあの漫画とか映画とかにはスマホとか出てこなかったんだよね、うん、ないですね、うん、うん、なんか全く出てこなかったからあれだよね、ちょっとなんか未来の部分から俺らの中で外れちゃってんだよね、うん、これじゃない的な本当感じ、ね、そうなの、うんうん、だってなんか未来って言ったらその時計がそういうのとかさ、あとフォログラフだよね、うん、ですね、フォログラフだよね、フォログラフと話をするってやつだよね、うん、あと何未来って言ったら俺らの、うん、浮かぶ車とか、浮かぶ、そうそう、もうあの浮かんで走る車だよね。そうそうそう、電車はパイプの中走ってんだよ、ガラスのパイプの中。あ、ヒューンってね、ヒューンってそれもじきできそうだもんね、あれね。そう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 、うん、リニアがそうだもんね、パイプの中走るんだもんね。本当な、なんですか、なんか、あ、だからほら普通に部屋に入ったらなんか明かりをつけていったらピッて明かりつくのはもう今あるじゃない。あーですね、うんうんうん、そうね、なんかカーテンとか言ったらカーテンビューって開いたりとかさ、うん、テレビも壁掛けになっちゃったしね。そうそう、壁掛けになった、うん、あ、そういう部分ではテレビが壁掛けになったっていうのは未来にちょっと近づいたね。あーですね、うん、それはある、うん、パソコンはなんかいまいち変わってないね。おー、これからの機体は 3D プリンターなの。ああ、あれ何に使うの？大体俺なんかパッとしないんだよね。ああ、あれはどこかちょっと離れたところで車組み立てるとか。だからほらなんか宇宙に移住するときにこっちから何設計図を送って家の部品を向こうで作るとかね。あ、そういう使い方ね。うん、だからほらちょっと、うん、車をだから。うん、要するに量産型の車はできないけれど、うんうん、すごい例えばデザイン性に富んでいてすごい台数が少ないものに関しては、うん、3D プリンターで部品を作って組み立てるっていうのが出てましたね、はいはいはい、ああそうね、うん、そういうことね、うん、それいいね、うん、さあ今日のテーマは、そう、実際にほら宇宙ステーションに工具を送るっていうので実験で成功してましたねって、ほらね、そうなんだ。そう。
要するに宇宙ステーションに工具を送るっていうよりも宇宙ステーションにデータを送って宇宙ステーションにある 3D プリンターで工具を作るってことでしょ。作り出すってことです。要するに原材料しか持っていかなくてもいいってことでしょ。そう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 、うんうん、それはすごい。俺初めて 3D プリンターの使い道ですげえなと思った。今、うん、そういう最初からそういうもんだと私は思ってたけど、俺なんかさ、だから未来につながってるんだなって思ってたけど、そうそう、レンチが作れるんだよね。あれレンチが作れて、その作ったレンチがちゃんとあの締まるように回ってるのを見て、俺すげえなと思ったな。だいぶ前から思ってたんだけど、うんうん、だって走る車作れるんだもん。そうね、そうですよね。そうやって考えたらすごいね。でほら前に行ったってなんだっけ、オランダじゃどっかの国でほら、うん、あの火星に人を送るっていうプロジェクトやってるでしょ、はいはいはい、あれも結局向こうで行って組み立てるんでしょ家を。あ、そういうことなの。だからそういうのの、うん、そういうののデータを送ってこうパーツ足りないところの部品とかを、うん、じゃあもうたらふく原材料持っていかなきゃいけないね。そうよ。でも原材料だけはだから人が乗ってない、あ、無人の宇宙船で送れるからね。あ、なるほどですね、貨物船的な感じ。そういうことか、うん、あ、それはすごいね。ちょっとね、甘く見てた 3D プリンター。そっか、いらないとか思ったな。私は結構すごく興味があるのが 3D プリンターかな。なるほどね。 3D プリンターで天下を作る理由がよくわかんないんだダメでしょ、無理でしょ、全然ダメだと思う。なんかスペシャルオーダーで自分の家のところで書き出すような設計図を送ってもらうんじゃない。マルトクオーダーですね。全然ときめかないよねこれ。ああ 3D プリンターってそうか、その物を持ってい、いけないところでも原材料とその 3D プリンターがあればデータが新しく来れば作れるっていう利点があるんだね、うん、そうですね。俺さ、何が何なんだよ、分かるよ、すごいのは分かるんだけど、うん、すごいのは分かったけど、じゃあ実際にどうよって話になった時に一般的に使えるもんじゃねえんじゃねえのとか思ってたんだよね。だからあれみたいですね、最近だとあの義足とか義手、うん、あ、そうはいはいはい、そういうのでものすごく進歩してるらしいですね、うんうん、だからそういう部分になっちゃうなと思って、なんかあのあれみたいな感じの人SL でいうあのメッシュができたときはいはいはい、メッシュすげえねって言ったぐらいな感じかなと思ったけど、あのそう考えたらすごいね、その惑星、ね、違う惑星に行ってそこにデータで送ってっていうのはすごいね、うん、ね、それってだって明らかになってね、データの方が早く送れるもんね。うん、あ、すごいすごい、それはすごいわ、それすごい。そうだからマトさんのその驚きのように、うん、その私はあのサンパウロ出張に行った時に、うん、あの現地でやっぱりそのさっき言ってた義足が要はきちんとした技術がないんですよ、うん、なのでプリンターだけあると、うんうんうん、そのこっちで測ったデータとかをアメリカかなんかにそのデータを送ってうんうん、うん、でそのデータでこう作ったものをなんかこう送って、その精巧なのがその現地で作れるっていう形この見て、あ、すげえなっていうのはすごい、ね、まあ、思いましたね、うん、それすごいわ、すごいすごいです。うん、あ、なんかプリンターさえあればですからね、もうね、そうだね、 3D プリンターさえあればなんだよね。はい、はい、そうなんですよ、そうなんですよ。へえ、 3D プリンターに比べたら 2D のプリンターって平だね確かに便利は便利ですけどもね、まあまあね、さらに 3D プリンターってすごい、ディアゴスティーニがそこに注目するわけが分かったよ。いや誰がこんなもん買うんじゃと思ってたんだけど、すごいね、さすがだわ。俺だったら絶対姫路城とかの本買ってたなと思う、ね、ああ分かる気がする。ドローンとかね、なんかドローン最近またなんかあれですね、なんかいろいろ問題になってますね、まだね。あ、そう？うん、今日なんかニュースやったけど、札幌の住宅街にドローンが落ちたんだって、あ、建築事務所のとこに。
でも結局それが何の目的で来たドローンなのかも分かんないし、案外子供が飛ばせどっかこう操縦も誤って落ちて落っこってきたかもしれないし、うん、しばらくその場所に置いといたんだって、取りに来るかもしれないから、うん、そしたらとうとう取りに来なかったから警察に言って、うん、その警察が持っていろいろ実況見分をして、うん、現場検証してそれで持ってったんだって。でも結果的には危険性がないから落とし物として処理するらしいんだよ。ああ、それかな、やっぱり今日聞いてた、うん、ラジオで言ってたけど、車の。あ、ほんと。うん。いや、もう、うん、子供の飛ばしちゃって。だからちょっと大げさになっちゃってますよね。大げさ、そうそう、大げさになってんの。ドローンだっていうだけで大げさになってんだよね。だってあれなんてちょっと操縦下手な人なんてそんじそかに落ちると思うけど。うん。でさ、びっくりしたのがさ、その、落ちてるドローンの写真、こう、映像があったわけよ。うん。で、なんかすごいこうなんか結構デカめのやつみたいな感じになっててさ、でこうなんかちゃんとしたやつに見えたな、あーこんなの見たらなんか何かのねこうスパイ的行為とかあとそう監視のために使ってたのかなと思って、あーこれは怖えなと思って、次の映像出たらあのおまわりさんが片手に持ってそのドローンをこう運んでた時のドローンのちっちゃかったことちっちゃかったことおもちゃじゃねえかよこれならとか、もうそれがニュースになっちゃうんだからね。そう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 、うん、ドローンそもそもみんなちっちゃいもんね。そうそうそう、でみんなカメラがついてるから、うん、でかいのになるとえらい高いですからね。そうですよね、まあ、いいものはね、いいものは20万とかですもんね。でかいものってそんなに大きくないでしょ、だって大体持てるでしょ手に。あのね、違うのよ、その目的があって、うん、あの変な話こう搭載するものが重くなれば当然パワーがなきゃいけないから、ああそのもう何人がかりで持つ感じ、いやそんなでかくない、そんなでかくないでしょ、うん、やっぱそうだよね。せいぜいほら何1メートルぐらいの大きさ、横幅が1メートルぐらいがあったらすごい大きいよねっていうぐらいだから、うん、で通常であればそれよりもまだ小ぶりでしょ、うん、だけどそんな1メートルぐらいのドローンってえらい高いからね。うんうん、まあ、どっちにしてもちょっとね、あの油断もできないし難しいところですよね。ね、プロペラ1個の時はそんなに騒がなかったのに3つ増えただけですげえ大騒ぎだもんねヘリコプターなんかでっかいプロペラ1個だけど後ろにちっちゃいプロペラねついてんだから2個なのか、2個増えたくらいでそこまで言うんだなって思った。不思議な感じがしましたけどね。さて今日のテーマは初任給の使い方、はい続きまして、この方は行ってみましょう。P 投稿ネーム、ボイスが漏れたらテンパイパイ、あ、うん、ボイスが漏れたらテンパイパイさんから女子です。セカンドライフユースイメージなんかです。ありがとうございます。ありがとうございます。モトンちゃん、クリオ兄ちゃま、おくつやん、こんばんは。こんばんは。初めての方ですかね、この方ね。そうですね、初めてですね、はい。今夜も巻いていますか、あいつも巻いているよね。それでは、早速お題に参りましょう。はい。初任給の使い方。両親に何かご馳走しようと思いましたが、娘にご馳走してもらうほど落ちぶれちゃいないぜ。いや、丁重にお断りをされたので、あ、当然お付き合いをしていて、いつもお食事代を払ってくれていたキアヌにご馳走してる。え、キアヌとそんな時から付き合ってたの？そうなんだね。初任給もらう時から。別のキアヌじゃないよな、本当に。1号2号でやめてよ、3代目キアヌとかじゃないよねやめてよね残りは制服がなかったため、そして上司のおつぼね様からの新人は仕事できない、できなくて若いだけが取り柄なんだから服ぐらい、あ、いや格好ぐらい、この会社は景気いいんだな思わせてやる上等なものに、もの着てきな、着ておきなさいよ、と指令が下ったため洋服やら靴やらバッグやらに消えていったと思います。なるほど。ゴールデンウィークやっと終わったなと思ったらもう週末う仕事行けばいいのに、誰がキアヌがどっちなんだよ、キアヌが好きなのか嫌いなのかどっちなんだよって話してきて、まあ、
しかも同じキアヌよってね、今ローカルチャットで。あ、じゃあもうそのそんなにもう昔の若い頃から付き合ってたってこと？そうだね。そうですね。うん、それが今じゃあ早く仕事行き、早く死ねとか言ってるわけでしょ。ひどいよね。それは言ってないわよね。言ってないか、うん、え、何、テンパイパイさんはあれなわけ、何歳の時からキアヌと付き合ってたわけ？何歳から付き合ってたのかな、聞きたいわ。うんうんうん、何歳から付き合ってたの？それによってはね、今もう結婚してるってことはもう付き合ってた人は生まれてこなかったし、二十歳ぐらいから付き合ってるわ、長いですね。じゃない、もう大学生の時からだよね。ほうほうほう、もうあれですか、47、8年付き合ってるってことですか、じゃあもうそうなんですか。確かこの投稿主は外資系に入社してウハウハな初任給をもらっていたはず。ああ、そうかもしれないね。そうだ、なんかそんなっていうふうにも二億ん情報。なるほど、テンパイパイか、テンパイパイ、ボイスが漏れてるテンパイパイってどういう意味なんですか、大体は。私知ってますけど言えないです。あ、なるほどね、はい、うん、あとでじゃあ教えてもらいます、はい、はい、ということでテンパイパイさんありがとうございます。はい、ありがとうございました。そうそう、20歳の時から。あ、違うみたいよ。違うんですか。あ、そうか、さ、違う、40何年っていうのは違うわいってことね。ほら、これほら、これずれるからね、放送とね。あ、ラグあります。どれに対して言ってるのかがちょっと分かりにくい。まあ、そんなのはもうこっちのさじ加減に合わせちゃえばいいんですよ、はい、そうね、OK。 そうですね、じゃあもうあれですね、付き合った人はもう一人しかいないってことですよね、じゃあね、もうね。そうね、だって計算上そうでしょ。そうですよね。まあまあ途中でね、どういう計算なのかよくわかんない。途中でほら別れたりとかしたりするかもしれないからね。うんうん。そう、あの付き合う、お付き合いをやめた時期がこう若干インターバルであったとして、その間になんか違う男の人と付き合った可能性はあるかもしれないけど。うんうん、だけどテンパイパンさんはだからもうほとんどもう一筋一筋一筋キアヌしか知りません。荒らしてそんな感じ、絶対嘘だと思うけどね。そうよ、キアヌが初めて荒らしちゃったって。嘘くせえ、嘘くせえだ、嘘くせんだよ、はい。ね、そんなこと言ったらあれだもん、この URL この URL 貼っちゃうぞ、もういやもう貼っちゃうよ、この URL をピッペン貼ったった、はい。おう、D101 ハイパーの URL を貼ってやった。なるほど、先ほどの。そう、さっきのじゃない、さっきのやつですね、うん、はい。さあ続きましてこの方からいただきました。投稿ネームポンポコさんからいただきました。女子でセカンドライフユースリーミュートの方です。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。ゴールデンウィークもあっという間に、あ、俺びっくりした。ゴールデンウィークも あと何日って書くのかなと思って、俺ポン一瞬ポンポコさんに殺意を覚えたよね。そうですね、ゴールデンウィークもあっという間に過ぎて、はい、うん、木々の葉の緑も日に日に色濃くなってきています。素敵、うん、いいですね。言えないよ、こう俺らに言わせたらこれだね、葉っぱの色がね緑になってきたって、その一言で終わりですからね。やっぱりこういう形で良いというのは素敵ですね。ささやかな家庭菜園の2本のトマトもすくすくと育っています。あら素敵、いいですね。私もすくすく育って、育てばいいのに。え、どういうことですか。ちょっとこれ何が面白いか。どうして。私もすくすく育てればいいのに、いやいや、どういうこと。ここからってこと。え、え、縦に横に。普通縦よね。縦にっていうことですか。じゃないの。おお、もう無理でしょう。背確か ちっちゃいんでしょ。ちっちゃいんでしたっけ、ポンポコさんね、うん、あ、ほら、前おっしゃってましたよね、チビですからってね。あー、大丈夫ですよ、あの、気にしなくてもいいです。ちっちゃい、ちっちゃいのが気にしなくていいです、全然大丈夫です。モテるよね、可愛くてね。え、うん、ちっちゃい方がモテるかもしれないですよ。うん、
いや、わかんない。そうなると、なんか背高い人になんか申し訳ないっていうか、後からなんか言わせな気がするんで。あ、身長じゃないよ。うん。なんで俺、中国人みたいな。身長じゃないよ。またざっくり今。大丈夫よ。私も大人になってから2センチ伸びてます。伸びたから。うん。なんで2センチも伸びた。あ、だけど俺もそうだもんな。俺ずっと自称185で通してきたんだけど、結局あの最終的には2年ぐらい前じゃなかったっけ、あの健康診断で 186.7 って言われた。伸びましたね。伸びて伸びたか足の裏が膨れたかどっちかだね。それ腫れたっていうこと、うん、むくんだっていうこと、組んじゃったかどっちかだね。ああでももう俺、ピラティスって背が伸びるんだって。あ、そうな、骨がこう感覚あれなのか、こう、あ、機械えるからなのか、あ、整体とかでもなんかよく伸びるとか言いますもんね。だって朝身長測ったら2センチぐらい伸びてるからね、普通に。それはそう言いますよね。そう、うん、だから朝が一番背が高いのよ、骨が全部伸びてるから、あの 骨と骨の間が全部ちゃんと開いてるから。なるほど。ピラティスっていうのはこの脊椎を支えている筋肉を鍛えるから、だからこう、あの、そうすると背が伸びる、持ち上がるんじゃないですか。うん、だからそうすることによって脊椎の圧迫が減ります。もう明らかにその結果、うん、そう、脊椎の間が伸びて背が伸びます。ああ、なるほどね。でもさ、その今あのモニオが書いてるのだけを読んだら、もうこの中でこれを実践してやったら何人かは必ずぎっくり腰になりそうな感じの。いや急にやるとイメージがね、大変ですね。うん、あ、ヘルニアある人はだから背筋とか鍛えるといいですよね。ああ、うん、だから僕も一時ずっとだからもうひたすらやってましたよね、背筋鬼のようにやってましたよ。うんうん、あとぎっくり腰の人とかもね、いい、背筋鍛えるといいって言いますもんね。うん、いや、いいんじゃないですか。背筋は鍛えて損はないっすよ、うん、絶対。そういうわけで、なんだっけ、途中だよね。あ、そうだ、私もすくすく育てればいいのにって俺がどうしても進めなかったっ、ポンポコさんですね。テーマ、初任給の使い方、うん、両親への感謝のプレゼント、そして貯金、えらい、なるほどね、など少ないながらも点々点でしたってことね。えらいっすね。でもえらいっすね、うん、あ、思い出した、俺初任給でもう一つやった、パーマかけた。前に話、おてつみたいな髪の毛にしたのか。おてつみたいな髪の毛じゃなくて一見パンチみたいに一瞬見えそうなやつ。お、アイパー、アイパー、なんかその時なんか流行ってたの、流行ってたのその時。うちの編集所の中でみんなでパーマをかけるっていうのが流行ってたの。俺前、まあ、言ったことなかった。レッツパーミングとかもしんない、そうそう、レッツパーミング歌があったんですよね、CM でなんかね。レッツパーミングああいうことかな。で、パーマかけに、まあもうあれはもうほとんどパーマかけたというパーマ当てに行ってたっていう言い方がいいような感じのあれですけどね。さあ、続きまして、あ、ポンポコさんありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、この方からいただきました、投稿ネーム、いいえ、私はカーニーさんのネカマさんからいただきました。男子です。セカンドリフューズの方です。ありがとうございます。ありがとうございます。マントさん、クリオネーさん、おてつやん、こんばんは。こんばんは。スタッフの皆様、お疲れ様です。こんばんは。さて、さつき晴れの空に鯉のぼりが悠々と舞い踊るこの頃うん、素敵。皆様にはますますお元気でお過ごしと存じます。もうさそのさ、ポンポコさんっぽい感じのさ、ポンポコ星になってんだよね、もう。うん、最近こんな感じだよね。そう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 。素敵。立夏のこの季節。確かに立夏だ。立夏のこの季節。
目に映る、青葉に心躍ります。かっこポンポコ風って書いてあるやっぱり。おほほほほほ、つい教養がっていうことね。このメールこれ紙だったら破り捨てたんですけど、ここでね。で、お題は初任給の使い方ですって、ぶっちゃけ忘れました。30年以上前のことを覚えていません。そうですよね。就職する前の学生の時のバイトが本当に初任給ですかね。いや、バイトは初任給とは言っちゃいけないね。もしそうだとしたなら、もらってから考えたわけでなく、目的があってバイトしてたので逆に買うものが決まっていました。なるほど。何を買おうとしたんでしょう。その頃はオーディオにハマっていて、一生懸命稼いだ、数十万の、一生懸命稼いだ数十万をアンプやスピーカーやら、しかも同級生に電車代を払って空き場に買い出し、電車代を払って田舎の店より空き場の店は値段が安かったんですよ。なるほどね。なるほど。先に断っておきますが、スピーカーを持って帰らせたやつを、いじめていたわけではありませんか。いや確かに重くて泣きそうでしたけどね。ではでは後半も頑張ってと。いや、はい、わかりますよ。このオーディオになんか一時その昔ハマってた時期ってなかったでした。ハマってる人いましたね。でもね、はい、いたいた。真空管の、そうそう、使ってて、俺だけど真空管で苦い思い出があるんだよね。うちに真空管のアンプがあってさ、でそれにたまにベースの主流線を挿して、そのアンプから音を出してた時があったの。はいはいはい。で俺別にベースは全然上手くはないのよ。でもなんか俺もともとドラムなんだけど、ドラムって曲に合わせて叩くには近所迷惑すぎて叩けないから、こう曲を聴きながら、ヘッドホンで聴きながら弾ける楽器がやりたいと思ってベースを始めたね。なるほどね。でもね、こう音楽を流し、ヘッドホンで流しながらそのアンプからベースの音を出してやってたんだけど、もう曲を聴いてるから自己陶酔してこう目つぶりながら弾いてやったりとかするんじゃん。はいはいはい。じゃあなんかね、なんかこうバーッと目を引いてこうつぶりながらこう気持ちよく弾いてたら、なんかねちょっとなんか変な匂いがしたんだよ。うん、あら何かなと思ってみたら、あらららふってみたら、そのアンプの後ろから煙がもくもく上がってんだよね。やだわ。これやべえと思って急いでバラしたら、真空管のとこにホコリが溜まってて、それに燃えちゃったの。火がついたの。へえ、危ない。よく考えたら真空管ってさ、結局電極をもろに刺してるからホコリが溜まったらやばいよね、あれね。気をつけなきゃいけない。でもこう本当にマニアの人はほら、真空管ももう見えるところにあってさ、こうなんか綺麗にして弾いてたりとかすんじゃん。あ、そうなんだ。うん、なんかあるんだよ結構そういうの。真空管わざとこう外から丸見えになってるやつとかは。へえ。なんかだってスピーカーとかもすっげー高いのあるんだもんね今ね。ですね、そうですね。凝ったらすごいだろうね。ですからね。すごい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 。だってもうなんかちょっとなんかどっかのほらお店とかカフェとか行ったりとかすると、こうオーディオすごいの置いてたりとかするじゃない。たまに。はいはいはい。もうちらっとなんかこうスピーカーとか見てなんか検索とかしたら、普通のスピーカーにしか見えないのに、なんか1本40万とかさ。ああ。スピーカーだよ。はい、ありますよね、そういうやつ。でもどんだけの家に置くんだろうね。やっぱりそれなりじゃないとダメなんじゃないですか。ねえ、じゃないとね、生きてこないよね。あ、これ何師匠、これまさか、ま、さっきの D101 ハイパーだったら俺怒るぜ。この URL。 あ、真空管の、そうそうそう、こんな感じ、こういうのこういうのこういうの、こういうのかっこいいよね。そうなんだよ。そうなの、そうなの。こういうのかっこいいな。だって車のやつでも真空管でこういう見えるやつとか、カーステレオ出してるとかありましたもん、ね。あるんですよ。メーカーで。
大丈夫なのかよって思うけど、ちゃんと平気なように作ってあるみたい。すごいよね、これは。いや、なんか男ならなんか一瞬なんかこう惚れるよね。いいですな、男の子ねって感じですね。そうね。まさに。そうそうそう。でもこれバイト代を、それが欲しくてバイト代を貯めて数十万貯めて買ったってオーディオセットって、ね、今どうなってんだろうね。今どうなってるの？カニ座のネカマさん、その買った当時のオーディオって結構ほら持つじゃないですか、ちゃんと手入れしてれば。ですね、もう平気でなんか30何年前とかだったら結構ちゃんとしてれば高く売れるわけです。あ、これ何これ、これか。あおお、あ、うん、1本6万円ですねこれは。これだけど79年で6万円だぜ。79年で6万円って高い、高いよ。今まで言えば460万ぐらいじゃないかこれ。すごいねこれね。これまさに昔のオーディオのイメージのそのまんまのスピーカーの画像ですねこれ。そうね、この URL。 ああ、これを秋葉に買いに行って、買いに行ったのこれ。あ、すごい、越した時に処分しちゃいましたって、あの買ったやつですかね、おっしゃってますね。あのさ、これさ1本19キロあるんだけど、すごいね。1本19キロ持ってきたわけ、2本。すごいね。だからいじめじゃないですよって書いてたんですかね。あ、これ1本6万だ、2本だったら12万だ。12万です。だから今の何本、すごいぜこれ。すごいね。うん、うん、あーすごいわ。素晴らしい。でもすごいね、やるわ。でもこういうの買うためにこうなんかお金をね貯めてたっていうのはすごいよね。うん、なんかお年玉とかさ、そういうの貯めてさ、うん、顕微鏡が欲しくてさ、うん、顕微鏡買ったんだけどさ、うん、顕微鏡で見るのって最初の1週間ぐらいだね。そんな見るもんないのか。あと見るもんないもん。ミジンコぐらいですもんね、ほんと川の水とか。そう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 。だったら望遠鏡の方が良かったね。そう、望遠鏡の方が良かったの。俺望遠鏡にすれば良かったってつくづく思ったの。うん、それうちの家族全員が言ってたね。望遠鏡にすれば良かったのにって。そうそうそう、ほんとに顕微鏡見るもんないよ。うん、あ、髪の毛とかぐらいですもんね、あとね。それめんどくさいんだよ、あのプレパラートっていうガラスの板にさ、ちゃんとこうやらなきゃいけないわけよ。そうだね。はいはいはい。何でも大きいは見えるもんじゃないんだよね。うん。そう。カニ座の猫のさん、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、続きまして、最後ですね、多分。はい。うん。最後でございます。投稿ネーム、着ぐるみパパさんからいただきまして、男子セカンドライフユーストリームユーザーの方です。ありがとうございます。ありがとうございます。マドさん、クリさん、おってつさん、スタッフの皆さん、こんばんは、こんばんは。こんばんは。さて、88夜も過ぎ、夏の訪れを感じるこのことありましたが、何なんだよ、これ。ポンポコ連合と名付けましょうか。皆様、いかがお過ごしでしょうか。新緑の若々しい香りと若々しい香りを嗅ぐと、自然の中で遊んだ子供の頃にタイムスリップしてしまいそうな気分になりませんか。さて、今日は初任給の使い方ということですが、覚えているのは初任給をもらったことを両親に報告をしたところ、うん、ところ、ああ、そうかそうか、よかったねと言われたのを覚えています。うん、それ以外覚えていないので、おそらく日々の一人暮らしの生活に消えていったんだろうと思います。なるほど。なるほどね、一人暮らしだからね。ところで先々週クリオネさんに、0.01 ミリの極薄コンドームを紹介させていただいたのですが、薄いイコール早いという点が
お気に召さなかったのが薄いイコール早い。あ、なるほど、そうなの、そういう話だったね。そういう話がお気に召さなかった。薄いイコール早くないよね。薄いイコール早い、別に。そんな風になってたっけ、話題が。ってなってたんじゃない、うん、そうじゃない。それで、お気に召さなかったら何かもっといいものがあるのかしら、いまいちご不満のようでしたので、うん、今後は、男性が長持ちするとともに、さらなる感動を生み出す一品をご紹介いたしたいと思います。うん、あら、素敵。その名も、うん、680イボコンドーム。すごい名前だね。でこちらの方 URL がですね貼られていますので、こちらコピーしてですねローカルチャットさん貼りたいと思います。あ、すいません、パソコンが違うので、はい、モニター感が行き来できませんでした。あ、出ます。大丈夫、ドミニクさんが貼ってくださったので大丈夫ですよ。これだそうです。こちらでございます。はい、これ違うよね。これ全然違う。あ、本当だ。どこ、あ、下の方がそう。あ、これだ。ずっと下に。ずっと下。すごいなこれ。え、ずっと下？こう下にこうグリグリグリっとくると、なんかガリガリ君ソーダ味にちょっと似てるような。これ。すごい。あ、何なんか。噂の天然バイホニャグラパワーって書いてある。はあ、こんなの大きな画像を見るって感じ。あ、でも箱だけなんですね。すごい、実企画もあるんだこれ。はあ、中西ゴムさん。これ何個入りでこの値段？617円で税込みですよこれ。なんだこれ、気に入らねえな。北海道に限っては送料1728円だけど、こっちの方が高いじゃないかよ。送料の方が高いじゃない。ありえないんだけど。全品電流試験によるピンホール検査済みだったよ。ピンホールないってよ。素晴らしい。すごいですね。一箱6個入り。使用期限3年以上。3年以上ってのはすごいですね。3年以上って書くんだったら、使用期限なしって書いた方がいいんじゃない？あ、まあ、3年ぐらいってことなんでしょうね、きっとね。3年以上は大丈夫かなっていう。え、だったら以上って書かないよね。3年超えても大丈夫だよぐらいかな。多分、ね、ということは10年でも大丈夫ってことでしょ。どうなんだろうね。これ、あれですよ。広告機構に言ったら怒られますよ、これ。あ、そうなの？これは不適切な表現ですね。曖昧な表現。曖昧ね。そうそうそう。中西ゴム工業さん。そうですね。いろいろあるんすね、でもこれ。いろいろあるんだね。すごい。別に、でも一応わからないかもしれないので、伝えておきますけど。うん、うちの番組別に毎回毎回コンドームとかを紹介する番組ではないわけです。先々週にその 0.01 ミリのコンドームの話をしてね、また今度はイボコンドームとか言われてもね、そんなそんな、うん、まあまあまあ使ってくださいね。まあちょっとね、薄いイコール早いね。すごいですね。そんな話をしてたなんてびっくりだわ。というわけで、はい、以上ご紹介しました。あ、ちなみにその続きがありました。うん、なんと680個ものイボイボ付きなんですね。もうあら早いわねなんて言わせませんよ。よかったですね。以上。はい、うん、イボの数だったんですね。680。あ、そういうことなんですね。680個のイボだそうですよ。なるほど、すごいですね。幻の噂の天然バイアグラな効果があるらしい。天然バイアグラってローカルすごい。何ですか。
ゴーヤ使えばいいって全然意味がわからない。ゴーヤなんでゴーヤが、その前のもすごいよ。にゃんこの話、にゃんこの話知らなかった。うん、おこげさんのログそうなの、猫ってそれ、それね、アウトかセーフかっていうと完全にアウトですよ、その会話あ、アウトですね、はい、うん、そう、うん、読めませんね、はい、そう、もう本当に猫に土下座しろって感じですね、というわけで、キグリンポーポさんありがとうございました。ありがとうございました、皆様方の初任給の話聞かせてもらいました、ね、初任給って案外もう忘れてるもんですね。忘れてますね、ということで以上、竹下投稿団でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。続きましてのコーナーはこちらのコーナーでございます。竹下報酬占い、はい、はい、さあ、というわけで竹下報酬占いでございます。ゴールデンウィークも終わりまして、辛い1週間もこの2日間で乗り切った方も多いと思います。さあ、来週からはまた地獄の1週間が始まります。そんな1週間、皆様が一体いかにお過ごしになられるのか、星占いで、その内容を聞いてみましょう。ということで本日の担当者はどなたでしょうか。この方でございます。なるへそ、はい、あれかかっちゃったの。いいですよ、大丈夫ですか。親がそっちになってると思いますんで、今放り込んだだけのつもりだったと思う。大丈夫ですよ、かかっちゃったっぽい。担当者、担当者、担当者、ヘロヘロ、担当者、つながってるみたいですけど、つながってるけど声聞こえないね。声聞こえないまだマイクが抜けちゃった、抜けてるとか抜けてたとかオープニングじゃないけど、担当者、来た来た来た、あ、ちょっと待ってくださいよ。担当者、あーってまっすぐ伸ばしてもらいます。え、なんかすごい遠い、ちょっと待って、それマイクをポンポンと指で叩いてもらっていいですか。叩きました今。なんか違うもの、なんか繋がってないですか、うん、ああ、ものすごいちっちゃいですよ。ものすごい小さいですね。もう一回あーって伸ばしてもらっていいです。あー、あー大きくなんないね。何にも変わらないですね、うん、ちっちゃい声が。もう一回ちょっとつなぎ直しますね。はい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 、もう一回つなぎ、あのお手さんつなぎ直してもらっていいですか。はい、ピこれでいいの、切れてないんじゃないかな。一回切って、そう、一回切ってからの、もう一回つなぎ、もう一回つなぎピ、これでいい。もしもし、そう、リナさん、全く聞こえなくなった。全く聞こえなくなったよね。あ、なんか今、っていうのが聞こえた今。すごいちっちゃい声で僕全然聞こえないかもしれない。でもこれまさかの宇宙ステーションからかもってテンポイントしちゃう。国際宇宙ステーションからですね。国際宇宙ステーションから、これまさかの東京事変と同じそうっすね、東京さんの時も前こういうちっちゃい時ありました。そうだね、似てますよね。似てるよね。うんうん、東京さんが最も思い出したくないと思われる東京事変と名前をつけたあのマイクトラブル今切り替える、そうでございますね。あ、なるほどなるほど、出てますね、はい、今何かを小細工をしようとね、それはらしいんですけど、うんうん、じゃあその間に、皆様方に僕がお茶を注ぐ音をね注ぐ音をね聞いてもらいましょう。
音だ。ありがとうございます。コンプがこう竹のこう血しおどし的な音がしてきそうな感じの。はいはいはい、あ、OK みたいですよ。OK みたいですか。もう一回40回いくかもですよ。はい。じゃあお願いします。ピッ。さあ。こんなどうかしら。さあ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 。どうかな。さあかな。あ、聞こえた、聞こえた。聞こえますか、どうぞ。あ、やった。聞こえます、聞こえます、はいはい。おはい。失礼しました。全然 OK です。よかったです。今日の星占い担当者は、ヨッチンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。誰ですか、リーナさんですか。はい、リーナです。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。パチパチすいません、私あの、はい、星占いスタンドに立つのをすっかり忘れておりましたあ、なるほどなるほど、はい、あのディレクター席の方からですね、どうぞどうぞ、いいですよ、はい、いいですよ、はい、はいはいはい、それでは参ります、はい、この竹下星占いではジュノフェイラさんによる各星座の今日から1週間の運勢について、運気が最高の1位の星座とちょっと運気が落ち込み気味の最下位の星座をお届けいたします。はいはい、はい、それではまず、5月9日から5月15日までの1位の星座の発表です。さあそれでは参りましょう。680個のイボイボに負けないぐらいのいい運勢を勝つかな、こちら。はい、第1位は天秤座さんです。天秤座さん、おめでとうございます。180個に負けない、天秤座さん。え、そうなの。そう、私これをね、クラリさん、天秤座さん、まずもって俺ね、人の星座って思い出せない。ケミちゃん、そう、ケメちゃんと、おお、ケメちゃんもだ。俺の頭の中にインプットされてる星座はお姉さんがカニ座っていうだけしかない間違いないです。それしかない。そうか、入金星座は、ね、80に負けないってことが分かったからよかったよ。あ、そうですね、よかったじゃないですか、はい、はいはい、それでは内容参りたいと思います、うん、ご自身にとって物事が満足できる方向へ進む時期です、うん、結果的にも十分満足を得られるはずです、うん、今まで取り組まれてきたこと、これからなさろうとしていること、どんなことでも充実感を得られそう、うん、今までよりももう一つステージを上げれるのも今の時期、うん、新しくステップアップなさっていけるでしょう、ね、うん、今なさりたいこと、新しく取り組んでいきたいこと、そういったことを見つけて取り組まれていくと吉、うん、そうすることで気持ち的にも前向きに、モチベーションも高く維持できそうです、うんうんうん、はい、それでですね、でお一人で取り組まれるよりも仲間と共になさると、より一層ご自身の中に眠っている可能性を発見できるかも、うん、うん、他の方の考え方や価値観などに触れることもプラスに働きます。なるほどね、なるほど。そして、気になる恋愛面なんですが、カップルさんは家庭的な雰囲気の中で過ごされると丸です、うん、手料理を振る舞われたり、家デートがおすすめ、うん、お二人で過ごす時間がとても落ち着いた癒しの時間になりそうです。なるほど。でシングルさんの方なんですが、じらすよりもこちらから積極的にアピールなされて丸です。普段で普段であればアプローチはあまりなさらない天秤座さんですが、あ、そうなんだ、うん、今の時期は少々強引なくらいで OK。 へえ。また気になる方からの連絡には早めの返答返信を心がけてみてください。良い方向へお二人の関係が動いていくかも。なるほどね、うん、そして幸運の鍵なんですが、うん、玄関のお掃除、うん、普段からお綺麗になさっておられるとは思いますが、プラス念入りになさると吉。へー、森塩とかだ。あ、そういう方面の綺麗はい、玄関をピカピカに綺麗になさることで幸運が訪れてきそうです、うん、ということで。へえ。森上はしないですけどクリスタルは置いてありますね。
クリスタル、おお、すげえな。何ですか、それ、もっと磨かないとでしょ、いいんですか、それ。うん、なんか、そういうふうに言われて。なんか、コパ的な。そうそうそう、風水的なね。風水的なドクターコパって最近見ないですよね。テレビで。お嬢さんやってますよね、え、あ、お嬢さんがされてますよね。お嬢さんもそっち系なの。そうそう。へえ。親子でやってらっしゃるよね。でもあいつたちってテレビに出なくなった時は本当に儲けてる時になってね。小田武道さんも見なくなりました。小田武道さんはね、捕まったのですね。そうそうそう、そうだったっけ。あの人は、あの、ちょっと待って、あの人はお坊さん。あー、そうね、そうそうそう、カウンタックに乗ってた。でも厄払いじゃなくて、悪魔払いじゃなくて、なんかやってたね。なんかそうそうそう、なんか祈祷、祈祷みたいなのって悪魔払い大体ね、祈祷とか悪魔払いの方じゃない。なんかね、いや、いいんだけど、カウンタック乗っちゃダメだ。間違いない。確かにね。坊主がカウンタック乗っちゃもうほんと信憑性なくなっちゃうもん。うん、うん。でもコパさん見なくなったけど、財布は黄色い方がいいとか、なんか普通に定着。あ、そうね。確かにね。風水、あの人風水だっけ、風水ですね。風水でも広めたのコパさんだよね。コパさんですね。日本ではそうですね。うん、中国とか香港、台湾とかでは割と当たり前、当たり前のことでしょ。そうそうそう、日本はコパさんだよね。日本はコパさんですね。コパさんとドン小西の区別が一時つかない時があったええー、となく派手なコパさんがドン小西みたいな。そうそうそう、なんかイメージが、名前のイメージだけが似てない。なんかドクターコパとドン小西みたいなどうしか、ないどうしかな、どうしか、どうしか、はい、はい、どうぞ、はい。そして、では最下位の方、今週、はい、ちょっと運気が落ち込み気味な星座は。それでは参りましょう。ゴールデンウィークが終わって一番辛い1週間、最も悪い運勢で辛い思いをしなきゃならないのはこちらの星座の方でございます。それではどうぞ。はい、最下位は魚座さんです。魚座さん、残念。誰、魚座さんって。魚座さんはね、直接いらっしゃるお客さんとかいないよね。いらっしゃらないけど、誰かの父さんの会社の人と思うんだ。ウニリちゃんのお母さんかな。お母さんの子供のお兄さんみたいな。え、ムニちゃんのお母さんは双子座さんじゃない。どうでもいい情報だよねまずもっていらない情報だよね。はい、行きましょう、はい。今の時期は何かと不満がたまりやすく、うまく物事が動かない時期と言えます、はあ、思うような人間関係が気づけなかったり、コミュニケーションがうまく取れなかったり、話し合いがまとまらなかったりと、どうしてもストレスを抱えやすくなります。その上、やらなければならないこともたまりやすく、忙しさの中でイライラも募りそう、うん、それに反して物事を処理する能力はとても高まっています、うん、ですがイライラの中でなさってしまうと、普段なさらないようなミスもしてしまいそうですので、やらなければならないことを一つずつコツコツとなさることでスピーディーに処理できるはず、うん、あ、ジュゴンさんが魚座ですね。そうだ、ジュゴンさんが。ジュゴンさん、やっぱりね、ムニリちゃんも魚座でした。あ、ムニリちゃんも魚座なの。はい、直接そうでしたね。ジュゴンさんはお魚に縁が深くて魚座なんですよね。へえ、そう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 。え、それはお魚に縁があるから魚座にしたのか、それとも魚座だったからお魚に縁があったのか前者だったら大変なことになりますよはい、どうぞ。あ、ドミニクさんもですね。え、ドミニクさんもなの。ドミニクさん魚座だ。双子座さんと私いるね。いるじゃん、結構魚座さんいるんだった。誰だよ、さっき直接的にはいないってことでガセネタよ。ごめんなさい、私さんどうかしてるとで、お疲れ様でございます。どまい、はい、はい、で、そういう、そういったコツコツする作業がかえってイライラの軽減にもなりますので、目の前にある山積みされていることをとりあえず片付けていかれるのがベター。うん、今の状況の中で大きなヒントや助けをくれる人も現れそうです。うん、そういった方の意見やお話は素直に聞かれて丸、はい、
高いスキルを持った経験豊富な方のようですので、ご自身にとって決してマイナスにはならないはずです。なるほど。はい。そして恋愛面ではカップルさんは普段通りにがベター。特別な何かをするのではなく、お二人で一緒に過ごす時間を大事になさってください。ただ一緒にいるだけで落ち着ける相手なんだと改めて実感できれば、それが一番ベストです。そして、シングルさんは気持ち的にも状況的にも今は恋愛はお休みという感じです。無理に恋愛突き進もうとなさるとあまり良い結果になるとは言えません。期待してしまう分大きな後悔をなさってしまうかも。そして幸運の鍵は、ダイエット、筋肉トレーニング、ライズアップライズアップ結果にコミットするってさあ来い、はい、この時期は体の見た目に関して何か始められると大きな効果が期待できます。ご自身がストイックに物事に取り組める時期でもありますので、集中的になさるのもおすすめです。ただしご無理のないよう体調と相談なさりながら臨んでくださいということです。あのね、ジュゴンさんがね、ジュゴンは哺乳類だし草食だから魚関係ないそれ厳しいですからねいつもね。もう全然ダメってことですよ、さっきのコメントでも今あのカメラで撮りながら一生懸命探してて、おこげさんからカンファでジュゴンさんはテンポイントさんの前とか、あの今やっと見つけたんですけど、ああこれ俺透明なのかと思ったけど、ものすごい ちっちゃいテントウムシでいらっしゃるんですね。これほんとだ、おおすごい、あこれわかんない、ちっちっこいね、これ踏まれちゃいますよ、気をつけないと。これ噂なテントウムシさん、なんか点があるなっていうのは思ったんですけどすごいちっちゃいねすごいちっちゃい。そういえば作られたってフェイスブックで言ってたやつこれなんですね、はあ、ちっちゃいやつ踏んでやりましょうって言われてあびっくりしました、ね、はい、ちっちゃい。占いはそんな感じでございました。はい、はい、なるほど、以上でございますね。はい、はい、じゃあ最後締めてもらいましょう。はい、今週の竹下星占いは以上です。あなたのもとにたくさんの幸せと星の奇跡が降り注ぎますよ。ジュノフェイラさんからの心からの祈りを込めて、あなたの1週間が玄関ピカピカ筋肉ムキムキでありますようになるほどね。はい、以上竹下星占い担当ディーナでした。ありがとうございました。ありがとうございました。最後 D101 ハイパーで来るかなと思ったんだけど、ね、残念だ、意表をついて、そこで来たらもう大した腕を上げたなと思ったんだけど、ね、いや、というわけでエンディングでございます。エンディング、えいCheck one, check one. When I come down right to the sun. さあ、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。なんかまあゴールデンウィークの人はもう楽しめばいいよ。明日まだね、お休みの人はね。俺は仕事だよ。もうさあ、なんかあれだよね、あのそんなに休みいっぱいあって何してんのって聞いたらさ、別にどこも行ってないよとか言う人多いんだよね。ああ別にどこも行ってないんだったらあんまり休みじゃなくてもいいよねっていう気がなんとなくしないでもないんだけど、まあそうも言ってられないよね。休み、せっかくの休みだからね。せっかく休みだからね。そう、家でゴロゴロもありだし。そうね、そうです。はい、
というわけで、黒柳さんいかがだったでしょうか。そうですね、連休中はほとんどログインできなかったので、まあ、旅の時は来ましたけど、せっかくやってたファンタジーフェアとかも全然行かれなかったんで、うん、久しぶりになんかこうログインできるようになったので、うん、今度はこうジョインハンズフォーネパールでしたっけ、うん、とかあとファッションフォーフードこれからある、うん、そういうイベントをちょっと覗きに行ってみようかなって思ってます。なるほどね、うん、はい、ありがとうございました。はい、さあそして続きまして、トキさんの声いかがだったでしょうか。はい、私も今週もう全く関係なくいつも通りの1週間という感じだったんですけれども、ああ、はいはい、ただ結構 SL 自体には結構いいにする時間が仕事の方が落ち着いたんで早めに帰ってこれていいにする機会が多かったので、はい、俺は俺なりにゴールデンウィークチックな感じで1週間遅れたかな。いいですね、それ。感じでしたね。はい、ありがとうございました。楽しく過ごしたってことですね。はい、うん、羨ましいですね。ありがとうございます。まあ5月病っていうのが世の中にあるらしく、うん、こうゴールデンウィーク明けとかになっちゃったりとかするらしいんですよ。ああそうかもね。そうそうそう、うちの会社のやつも5月病というよりも4月の中旬からずっと休んでるやつがいたんですよね、うん、はい、新入社員で。いえ、あ、じゃなくて散々プラさったやつが。でそいつがやっと昨日から出てきたんですよ。だから半月以上休んでたんですよ、うん、でなんか体の左半分に震えが来て止まらないとか、原因は何だって言ったら酒だっていう話らしいんですよ。お酒飲みすぎてそんな風になっちゃったらしいんですよ。で酒禁じられてるらしいんですよね。アルコール中毒？いや、アルコール中毒になる前の状態でアルコールを飲みすぎてなんかそういう風にこう手がしびれたり足がしびれたりとかしたの。危ない。そうで、それでずっと来なかったんで、うん、だったらもう酒飲んじゃえば逆に震え止まんじゃねえのって話をしたんですよ。はあ。で普通に今昨日から出てきたんですけど、もう半月間休んだとは思えないぐらいに元気で普通に出てきたんで、絶対こいつは新しいゲームを買ってやってたんだなってみんな言ってますよね。いや、はい、そんな感じにならないように、ね、休み明けには必ず会社に行くようにしてください。仕事に行くようにしてくださいね、というわけで本日も皆さんありがとうございました。また次回お会いできるのを楽しみにしております。ということで竹下 Z シティお相手私マトとこの方です。私クリオネと、はい、はい、お手伝いございました。ありがとうございました。それでは皆さんまた来週 Thank you for boarding and see you soon journey. バイバイ、おやすみ、おやすみなさい。Check one, check one. When I come down, I come down right to the sun.